はい、それではお時間となりましたので、ただいまから沖縄科学技術大学院大学 OIST のシンポジウムを、開会いたします。皆様方ご対応のところご参加いただきましてありがとうございます。私本日司会進行を務めさせていただきます経済同友会副代表幹事の岩井と申します。よろしくお願いします。それではシンポジウムの開会にあたりまして経済同友会代表幹事新浪武から挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。あちらの方でお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。 Hello everybody. I'm so sorry my voice is so weird. We got a hay fever. Should be gone sooner or later.沖縄では花粉が飛んでいないので花粉症を皆さん東京から持ってこられている人たちはいないかと思うんですけれど、皆さんこんにちは。沖縄へ戻ってきました。沖縄大好き、自然が好き、海が大好きです。ありがとうございます。どっちの言語で喋った方がいいか悩ましいんですけれども、カリンさんとチームの皆さんのために英語と思いましたが、しかしながらそうですね、はい、ということで英語で続けたいと思います。皆さん本当に本日はありがとうございます。新浪武と申します。経済同友会の代表幹事、またサントリーホールディングス CEO でございます。はい、このイベントを企画してくださったカリン学長、数ヶ月前に東京でお会いしまして、その際にこのシンポジウムを開催するということを経済同友会と東京沖縄両方でということで、まあその時にはこのシンポジウムの開催について関係者の皆様に詳しく伝えておりなかったんですけれども、沖縄の経済同友会のリーダーの皆様が賛成してくださいまして、本日ご参加ありがとうございます。そしてもちろんカリンさん、チームの皆様、非常に有意義な議論をしまして、そしてOIST の方ではピーターに続けてまたさらに素晴らしい旅に立っていると、スウェーデンからの素晴らしいリーダーの下でOIST がさらに大きな課題を解決し、生き生きとした活動を中央政府とともにサポートするという形で実施してくださると思います。そして実は本日スピーチのドラフトを用意しているので、その通りに進んでいきたいと思います。はい、本日参加している皆様はOIST とエンゲージメントすることをとても嬉しく思われているのではないかと思います。皆さんOIST の成功はよくご存知かと思います。OIST は非常に著名で世界の有数の研究所として非常に著名な機関となっております。ではこちらの機関をどう活用していくのか、そしてともにこの功を奏する旅をどのように歩んでいくのかということを一緒に考えたいと思います。日本、沖縄、そして世界のためにぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。私は実は前回こちらに来た時にはOIST創設10周年記念をに出席することができました。そしてその時にも多くのポテンシャル、そして今までの成功事例、OIST の研究開発においてのことについていろいろお話しすることができました。そしてOIST へ来るたびにここの方々にお会いすることをいつも嬉しいです。非常に多様な教員の皆様とお会いできて、これはこの国の日本の教育にとって非常に重要だと思っております。たくさんOIST から学びがあると思っています。そしてその学びが結果につながることを願っています。そして学術界、OIST からそして我々企業側までの旅、沖縄東京の経済同友会とのつながりというところですけれども、これは永遠と続く旅だと思います。一緒に協力し続けてさらにエンゲージメントを深める機会を今後作り出していきたいと思います。本日こそこの旅路再出発となります。この新しいリーダーの下で、そして
OIST の継続的な発展、日本沖縄の継続的な発展のためには経済成長のみならず戦略的な地政学的な立場をしっかりと獲得しなければいけないと思います。これも避けることができない課題の一つだと思っております。今後は地政学的地経済学的な課題が多く出てくるのではないかと思っておりますけれども、研究開発、OIST が率いる研究開発をさらに支えなければいけないと思います。というのも、基本的な研究開発を実施することによって安全な世界、安定した秩序、そしてそれはこの地域だけでなく世界にも広げていきたいと思っております。そして量子、AI、ロボット、バイオ、ヘルスケア、エネルギーなどの重要分野について特に強調したいと思います。非常に重要な話題ばかりです。このような領域にさらに集中しなければいけません。これらの分野においては基礎研究開発を強化することが不可欠です。それは新たなイノベーションを生み出すために、日本は OIST とともに沖縄とともに協力し、今まで以上に科学とイノベーションに投資をしなければいけません。それを通じて世界レベルの問題解決の人物、才能を次世代の方たちを育てなければいけない。それは日本人だけでなく世界各国からの皆さん。さらに多様性ということを考えなければいけないと思います。田代さんからよく言われるんですけれども、いらっしゃいますよね、聞いてくださってますね、はい、ありがとうございます。はい、我々のポテンシャルを解き放たなければいけないと思います。それは何を意味するかというと、多い人から学ばなければいけません。それは多様性、ダイバーシティの良さ、価値というものについて学ばなければいけません。この美しい沖縄の諸島から。そして OIST は重要な役割をこのイニシアチブにおいて担っています。 OIST の教員と学生の多様性、また成果重視という姿勢、これが OIST の歴史的な功を奏している理由だと思います。我々のような企業としましても非常に重要な役割を持っていると思います。イノベーションを創出にするにおいての役割です。本日は非常に活発な議論が学術界の皆様と企業側の皆様の間でできることを願っております。そして共有できるようなビジョン、希望、期待というものを持ち、明るい未来へと進みたいと思います。今現在の日本の経済を考えますと、今ちょうど転換点を迎えているのではないかと思います。30年間長く続いてきているデフレ傾向から徐々にインフレ経済へというふうに、そして賃金ですけれども最低 5% 上げていくというような企業側も動きがあり、まあそれは私は強く期待しているところです。まだその約束まで到達されていない企業の方でしたら、ぜひそれを検討していただければと思います。そして1人当たりの研究開発の経費を見ますと、 GDP の成長、未来に向けての成長ということが分かると思います。基本の研究開発というものを伸ばさなければいけない。これが我が国の未来であり、この地域、そして世界の未来でもあります。 OIST はその中心にある存在です。この投資、企業からの投資、政府からの投資という資金を使っていただく立場です。なぜ政府の前に企業を申し上げたかというと、例えばサントリーとともにですけれども、サントリーのチームは OIST といくつかの分野で共同研究を行っております。そしてその研究結果、成果により、共同作業の結果により、非常に野心的な未来へOIST にとってもサントリーにとってもあるということを願っています。我々企業側には重要な役割があると思っております。本日は一部の企業様にとってはこのような OIST とのエンゲージメントの初日になると思います。
皆さん非常に驚かれるんではないかと思います。本日の議論の中でも、そしてぜひとも今回本日だけではなく、今後もぜひこちらにいらしていただいて、オイストと議論を重ねていただき、共同を検討していただければと願っております。では最後に、このような活動は沖縄の経済を支えるということも背景にあります。沖縄は素晴らしい県です。素晴らしい地域です。経済同友会とともに、沖縄のビジネスリーダーとともに共同し、沖縄がセンターとなり、今後協力し合っていき、東京経済同友会と沖縄経済同友会の間で、ここの経済を支えるということを力強くサポートしたいと思います。ぜひそこにオイストも参画し、沖縄の経済に貢献するということも願っています。それは沖縄県民の皆さんにとって、ここの生活のクオリティを高めるために、経済だけでなく生活、企業の目的という意味でも、沖縄は非常に重要な場所だと思っています。個人的には沖縄大好きなものとして申し上げております。本日は協力しておりましょう。このシンポジウムを通じて、より深い理解をそれぞれオイストについて持っていただき、活発な議論を通してイノベーションを産学の協力によってどのように進めていくのか、そして沖縄の振興のためにということを考えたいと思います。ありがとうございます。どうも新浪さん、ありがとうございました。それでは続きまして、オイスト学長のカリン・マルキデス教授からご講演をいただきたいと思います。それに引き続きまして、オイスト准教授河野恵子様、オイスト教授の根本嘉恵様から研究の事例発表も続けてお願いしたいと思います。それではドクター、プリーズ。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。大変ご親切なお言葉でこのシンポジウムを始めることができ、大変嬉しく思っております。さまざまな野心があると思います。そしてオイストにこの経営陣の皆様お集まりいただきありがとうございます。大変素晴らしいと思います。我々の側でもこの取り組みが成功するように我々の努力を続けてまいります。まず自己紹介です。カリン・マルキデスと申します。ちょっとその世界地図がちょっと浮かび上がっていないんですけど、本当は世界地図が浮かび上がるはずなんですね。まあでもちょっとお気づきかと思いますが、これがストックホルム大学スウェーデン、ここで私キャリアを始めました。で、簡単に私のキャリアを説明させていただき、私のことを知っていただければと思います。なのでここに世界地図があるという想像して聞いていただければと思います。で、今ここの点、これスウェーデンなんですけれども、出てこないですね。はい、レジリアンス、それから自然科学ということ、それからサステナビリティというのを私は早々に学びまして、そしてその後このブリガム・ヤング大学ウタ州に行きました。そして長期のミッション、そしてスタートアップの企業、それからまた分野を超えての協力ということを学びました。そしてその後に次はウプサラ大学に移りました。そしてここで教授になりました。そしてかなり産業界とのコラボレーションをスウェーデンで、それからグローバルなネットワーキングということも行いました。そしてその後スタンフォード大学に行きました。そしてここで私が学びましたのはシステム思考、デザイン思考と呼ばれるようなものです。そして大学ということでさまざまな関心を持ち始め、
そのチェルマース工科大学におきまして学長になりました。ここではですね、たくさんの私がこれまで学んできたこのことを試すことができました。社会と一緒にですね、テストベッドでもってそれらを試すことができたわけです。そしてその後カリフォルニア、アルメニア、アメリカン大学におきまして、そしてそこでもさまざまなコラボレーションを学び、そしてグローバル、そしてこの地域での役割を発展させなければならない国においてアウトリーチのことなどに関しても学び、そしてその後デンマーク工科大学におきましてチェアマンになりました。そしてこれはまあ研究大学でありますけれども、7つのですね、研究所がある大学でありました。そしてヨーロッパにおきまして、その結果としてデンマーク工科大学は随一のこの研究大学になっております。そしてその後オイストにやってきたわけであります。ここに参りまして、その好奇心を持った形でさまざまな分野知識を超えて、そしてさまざまな社会のプレイヤーとともにですね、取り組みができることをとても嬉しく思っておりまして、大学をロールモデルにしていきたいと思っております。こちらでは世界地図が出てきたわけですけれども、簡単に申し上げたいのは、私がこれまでその特定の大学以外のところで何をしてきたのかお示ししたいと思います。さまざまな分野におけるチェンジメーカー、ラボにおけるですね、チェンジメーカーの教育を行ってまいりました。それからさまざまな大学のネットワーク、ヨーロッパで築き、そしてシサーリのネットワーク、それからヨーロッパの工科大学のネットワーク、それから国会を超えてさらにネットワークを構築し、そしてスウェーデンの当局、イノベーション当局、そしてさまざまな研究所、そしてスウェーデンのイノベーションセンターとの取り組みもしてまいりました。それでかなりですね、年取ってるんじゃないのって思われてるかもしれませんけれども、そこのところは忘れてください。それからたくさん新たな形の科学センターを作ってまいりました。そのうちの4つがですね、このイエテボリの地域にあります。とても面白い旅路でありました。それからいくつかのアカデミーメンバーでもありますし、そのうちの一つはですね、ノーベル化学賞を選んでいるところで、これも大変楽しい取り組みであります。それからまたその2つの企業、化学企業であるパラストップと小さなスタートアップ、アジャイルな企業なんですけれども、アインラインだというところ、スタートアップ企業ですけれども、ここのその取締役も務めております。それからこちらですね、サステナビリティということに関して、このつながりはとても東大とのつながりということになると思うんですけれども、組山東大のリーダーでいらっしゃった時にですね、かなりそのグローバルなサステナビリティの取り組みをしてまいりました。世界中の産業界と MIT も含めて取り組みをしてまいりました。それからそれ以外のサステナブルなこの開発のネットワークの取り組みをしてまいりました。でそこから少し私がお話をしたいのが、こういった取り組みが日本とどのようにつながってくるのか、日本においての私の見方をお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目、我々はですね、日本のポテンシャルをグローバルリーダー、イノベーションのグローバルリーダーとして開放していくことができると思っています。どういったサイエンスが日本で生まれているのか、私はヨーロッパ出身ですけれども、ヨーロッパでは日本の話で持ちきりです。そして日本ともっとつながる必要が今こそあるという話があります。アジア、日本とのアライアンスというのはこれは自然なことで、もっと強化していかなければならないという話がヨーロッパでなされています。そして私大学にやってまいりましたけれども、もっとつながっていくということをですね、推奨していきたいと思い、そしてその支援サポートもあるというふうに思っております。そしてつながりというのをもっと呼び込んでいくべきで、我々は恐れるべきではない。もっとグローバルなソリューションを考えていく必要があると考えるからです。そしてスウェーデンからこちらに参りましたけれども、そのスウェーデンでオイストに相当するようなところで話がされているのは、やはりその基礎研究というところと企業つながっていかなければならない、つなげていかなければならないということで、この基礎研究とそれ研究と企業もっとつなげていく必要があるということで、その点について
についての取り組みについてまた後で話をさせていただきたいと思います。それからもちろん課題というのもあると思います。例えばデジタル化ということに関して、それからもちろん確実にその PhD の人たちがですね、機動力のあるリソースリーダーとして育っていくという必要があると思いますし、システム思考をもっと活用していく、もしくは循環型の思考を持つことによって本当に競争力のあるソリューションを生み出していくということがとても重要で、またそういったソリューションはサステナブルで、そしてまたレズリアントのものでなければならないということです。それから信頼に基づくこの連携というのが重要で、お金よりもまず信頼というところを気づいていかなければならないということは忘れてはならないと思っています。それからもう何度もご覧になられたことがあると思われるチャートでありますけれども、研究というのはですね、もちろんこれは基礎研究というのもありますし、応用研究というのもありますし、またその両方その活用していくということもできるわけです。例えばパスチュール、ルイ・パスチュールのこの右上でありますけれども、こちらに関してはかなりですね、利用というところに着想を得た基礎研究を重視したものであります。でもちろんですね、国として大学を自由にし、そしてまた企業と協力ができるようなものにすれば、その国はですね勝者になるということ、これはもう分かっているわけであります。そしてもう200年以上前にですね、こういったことが言われているわけで、そして我々としてもですね、もちろんそれを取り込んでいかなければならないと、今の時代にあってもというふうに思っております。そして大学というのはですね、自然なつながりになると思っています。社会のさまざまな部門と大学はつながるべきであって、基礎研究というのはですね、増減の塔であってはならないというふうに思っております。我々はこの自然なホストとしてですね、このどのような形でホストになっていくのかということを考える必要があるし、この知識をですね統合し、そしてこの信頼を元にした知識を生み、そしてトランスフォーメーションを生み出す力になっていかなければなりません。新たな知識を生み出し、そしてそれをつなぐだけではなく、我々はこの次世代のリーダーともつながっていく役割を果たしていかなければなりません。大学には未開拓の可能性というのがたくさんあると思っております。分野が交差する領域、これを探索するということがとても重要で、そういったことは増えてきていると思います。大変強力な研究者がですね、本当に幅広いような形で好奇心を持っていろんな方向に進んでおります。分野が交差するところということで、彼らの知識、他の人の知識をつなんでいるということで、そして企業ともその分野が交差するところで協力することによって、本当にその次世代のですね競争力を生み出していくことができると思っています。変革を起こすことができるコラボレーションというのは、そのベースがもちろん信頼でなければならないし、継続的なダイアログ、対話が必要でありますし、戦略のレベルでも、もしくは実務のレベルでも、そういった対話が必要になってくると考えます。それから多様性、インクルーシビティというのが創造性を生むというのはとても重要であって、そしてこういったことが本当にポジティブな形でですね生まれてくるということを、我々としても確実に行っていかなければなりません。それではOIST のミッションについて触れておきたいと思います。OIST ミッション、これ素晴らしいものがありまして、その一番その最初のところ、我々がここにいる理由だと思います。本学は好奇心、探求心に基づく卓越した研究という、まあそういった言い方をしております。これ強力なステートメントであって、我々これは維持していかなければなりません。さまざまな方向に目を向け、そしてその我々が持っている競争力、それからそのユニークネスというのを失ってはならないというふうに思っております。それから企業的環境というのも強みを持っているところで、とても重要なところでありますが、その真の意味でのこの地元、それから公的セクター、それから個人とつながっていくという意味では、もっともっとやっていかなければならないというふうに思っております。それからまたスタートアップと、それから基礎研究者をもっとつなんでいくということもしていかなければならない、その取り組みをしております。それからサステイナブルなソリューションということを最後のところに書いておりますけれども、世界とそれからその地元の魅力、これをそのつなぎ、そして人々が来たいと思われるような、そういった場でなければならないというふうに思います。そしてそういった意味でリアリティラボというような形で、この島のアクターの皆さんと一緒に協力をし、そしてより魅力を高めていくために、ここからソリューションが生まれてくるようにですね、我々としても
アピールをしていくわけであります。それではちょっとこちらをご覧いただきたいんですけれども、我々はですね、ここで培われた強みに誇りを持っております。その学生という意味でもですね、大変競争が激しく、825人の志願者に対して入学者は55人であります。それからそのOIST で教員になるためのこの超えなければならないこの倍率というのもですね、大変その競争が激しいもので、1452人が応募して、そして5人の教授しか選ばれないというものであります。ですからここにいらっしゃる方々というのは大変優秀な方であると。そしてノーベル賞という意味では、このスウェーデンのウプサラ出身の方が受賞していらっしゃって大変誇りに思っているんですけれども、それ以外にも科学者として大変優秀な方々が来られ、そしてそれらの方々がですね、この世界から来られて大変素晴らしい成果を出してくださっていらっしゃいます。それからネイチャーインデックスのことはお聞き及びかと思いますけれども、こちらに関してOIST がですね、素晴らしくこの順位を上げてきたというわけ、それだけではなく、そして世界で1位になっていると、これはですね、規模補正後の順位でありますけれども、それで1位になったということも素晴らしいんですけれども、このトレンドも素晴らしいと思います。つまりですね、このパブリケーション論文数という意味でもですね、大変いい方向に進むトレンドがあるということで、こちらに関しても維持継続していきたいと考えています。はい、でこちらはいくつか私たち、12年経ったところですが、まだ若い大学です。つまり私たちは今、これからティーネイジャーになっていくわけです。となると、どうやってOIST は成熟をしていくのか、私たちが成熟した時にはどういう姿になるのか、いくつか検討しなければならないことがあります。持っていないというわけではありませんが、必ず違った戦略を持った上でグローバルに誘致をし、また国内のネットワークを持ち、そして地域のチェンジメーカーになるということを目指していかなければなりません。こういう言葉が指針となっています。私たちがどのような大学になるべきか、あの指針となっています。そしてこれに、この上に積み上げて、いろいろなミーティングプレイス、交流の場を作ることができます。我々の大学としての発展のためにです。3種類ここで示しております。交流の場の作り方として、私たちが今探索をし、そして発展させようとしているものです。そして私もこれまでの経験からやってきたことでもあります。まず成熟した大学というのは、たくさんの研究所ラボを持っています。バーチャルオープンセンターを持つことができます。つまりこれらはいろいろな分野の交差する場所、それを探索しています。オープンな環境においてそれを探っていきます。そして教授陣ですとか、これらの推進役となる教授たちが自律的にやっていきます。自主的にやっていきます。そしてこれは寄付を呼び込む上でも、サポートを呼び込む上でも有用です。真ん中、テストベッド、実証実験の場です。リアリティラボ、とても嬉しいことに、私たちは沖縄電力と覚書を結びまして、テストベッドを作ろうということになっております。皆さんもご存知だと思いますが、持続可能なエネルギーというのは、たくさんの企業をいろいろな形で引きつけることができると思いますので、皆さんもぜひ参加していただければと思います。それから産官学連携、これは近代的な科学のセンターとなりうるものであります。研究所として、私たちいろいろな分野のアクターがそれぞれ力を持ち寄って、そしてさまざまな市町村も集まってくることができます。いろいろな市長の方々とお話をし、どういうところを強化したいのか、それぞれの地域で強化したいものを聞いてきました。その上に積み上げていきたいと思っています。我々のリサーチと重なるところがあればやっていきたいと考えております。ではいくつかその例を見せたいと思います。バーチャルオープンセンター、これはどうやってこれから先やっていくかを示していますが、我々の研究にもつながったものです。私たち周りを海に囲まれています。それから上には量子クアンタムの絵が描かれています。それから下の方には環境の絵が描かれています。その真ん中、いろいろな形の研究があって、さまざまな分野、海洋の分野ともオーバーラップしています。重なり合っています。また量子、それから海洋科学、サステナブルエネルギーシステム、環境の問題、これらは皆
実はフォーカスを当てて、そして重なり合う部分もあるので、それがプラスに効いてくると思っています。その交差する分野を追求することでプラスが得られるはずです。で、この持続可能なエネルギーの実証実験テストベッド、これにもいろいろなものが入る可能性があります。エネルギー利用から、それからエネルギーの貯蔵、またそれから炭素を排除したり、そしてより効率的なバイオ燃焼をする、また天気の予測に至るまで、それからスマートグリッド、いろいろなことをこの中に含めることができるものとなっています。ではそういう研究をしている人がいるのかと思われるかもしれませんが、実はいろいろな方々がいます。研究はほとんどのこれらの分野を網羅しております。まだ今協力を完全にできているというところではありませんが、しかし非常に面白いプロジェクトもここから生まれうる可能性があります。関心があればつながっていくことができるはずです。で、私がここで指し示したい分野は、CO2 を藻類の養殖から捉えていくというこの考え方は、とても面白い考え方だと思います。これは大変ユニークな研究で、アメリカのNOAAが研究をサポートしてくれています。スクリプスの方が、確か女村の方だったと思いますが、港の方でこれを率いています。 NOAA がアメリカ国外の研究をサポートするということはめったにないことです。さまざまな科学ですとか、いろいろな条件、この海藻の養殖場の周りの条件、これを見て、これらがどのようにその養殖場だけではなく、サンゴですとか魚の持続可能性につながるのか、それを見ていくことができます。これでどのように二酸化炭素を捉えることができるのかです。で、アメリカ NOAA はなぜこの研究をサポートしているのか。彼らに言いますと、言われたことは、沖縄は海藻の養殖に関しては世界のエキスパートだからだと言いました。だからこそ彼らはアメリカ国外に出てこれをやっていこうと考えたということです。世界でもこれはとても重要なビジネスになるからです。先ほど申し上げました、私たちはいろいろな企業とも手を結んでやっていると、それも今までと違ったやり方でということです。これはスウェーデンの企業ともやった経験がありますが、非常にうまくいきました。ですので、同じことをこういうやり方を日本でも培っていくことができればと思っています。こちらでご覧いただけます通り、まずは握手をその戦略パートナー同士 CEO レベルで結ぶことが大切です。そして多層的なパートナーシップになっています。 PI のリサーチ、大学側の研究、それから産業界側の研究、そして研究プロジェクトがここから生まれて、この表にある通り、さまざまなプロジェクトを私たちはフォローしています。6ヶ月ごとにフォローアップをしていきます。その中でどういう提案ができるのか、またこのリーダーの役割ですけれども、研究者たちに対して自分たち一人ではできないことを一緒にやっていかなければならないと伝えることです。そうすることで、リスクを負いながら新しい可能性を切り開くことを共にやっていくことができます。またこのコラボレーションを発展させ、それから視覚化をプロジェクトごとポートフォリオごとにしていきます。またこのプロジェクトをこの中に入れ込んで、新しい基準作りをしたり、新しい働き方を作っていくことができます。これは実は今後もっと広げていきたいと思っています。で、実はすでに一例あります。私たちは今この連携をサントリーさんと行っています。こういうやり方で進めております。ですので、新しい連携モデルで沖電ともやっていくことができるんじゃないかと期待をしているところです。
今たくさんのことがオイストでは起こっています。そしてこれから先とても楽しみにしていることがあります。成熟した大学というのはたくさんの連携プロジェクトがあるところなんです。これは内部の連携、それから外部との連携、どちらもあります。いろいろな地理的な場所とも結びついています。ただ連携をするには会わなければならないということで、顔を合わせなければならないということで、その可能性もたくさんできていました。いろいろなプロジェクト、例えばこちら側 COI NEXT、 ここでは研究それから産業プロジェクトを結んだものがあります。また新しい JPEX、 これでさらに大学が成熟化して、我々がやっているプロジェクト、内部のプロジェクトも育て、そしていろいろなスキルセットも得ていくことができ、またインフラのサポートもできると期待しています。またインフラといえばインキュベーターが今一つあります。1年後にはインキュベーター2、それから3もできてきます。それからシーネクサス、ランドネクサス、ユニークな交流の場も設けようとしています。またシーサイドハウス、こちらもこれから先はそういう交流の場になります。今すでに計画をして、ビジターの方に来ていただける、世界中から科学者の集う場にしていきたいと思っています。すでにこれらは起こっていることです。そして次回皆さんがこちらにいらっしゃるときには、もっと実例をお見せできればと思っております。改めましてこのような機会をいただきありがとうございます。この後の議論、それから熱心な議論、楽しみにしております。ありがとうございます。Thank you. マルキです。学長ありがとうございました。Thank you very much. では引き続きまして、根本様の方から、すみません、河野様からですね。はい、プレゼンをお願いいたします。オイストの河野でございます。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。私オイストの学生物学ユニットの准教授でして、ユニットの一応主任研究者ということになっております。で、2017年の12月からこちらに着任いたしまして、現在7年目でございます。で、大体10人ぐらいの研究グループを率いておりまして、国籍で言いますと7カ国ぐらいです。非常に多様性の高い研究グループ、研究をいろいろな国から来た研究員の方、学生と一緒に研究を行っております。で、私ども老化研究をしているんですけれども、一番最新の結果というのが今ネイチャーエイジングといいます、老化分野では一応トップの一つと言われている雑誌なんですけれども、それの表紙を、今月号の表紙を飾っております。で、本日ちょっとこの研究についてご紹介をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。私どもの体は約37兆個もの細胞からなっております。で、さまざまな形、さまざまな機能を持った細胞が存在するんですけれども、そのすべての細胞は細胞膜で包まれております。で、この緑でご覧いただけるのが細胞膜なんですけれども、で、赤がDNA ですね、染色体ですね、遺伝情報ですね。で、この緑色の細胞膜というのは細胞のこの環境、置かれている環境、常に変わりゆく環境からその細胞の中身を守るという非常に重要な役割を果たしております。なんですけれども、この細胞膜非常に薄いということが分かっております。で、これ実験室で培養した人の正常細胞を電子顕微鏡で撮影したものなんですけれども、これ細胞をすごく大きくアップにして撮っているので、実際細胞の大きさがこんぐらいですかね、ものすごい大きくなっているんですけど、で、細胞膜というのはこの鉛筆で引いたような細い黒い線、これですね、ほんの5ナノメートルしかないっていうことが分かっております。で、それはシャボン玉の20分の1程度の薄さということで、本当に薄いんです。なので、とても壊れやすい。ですので、この膜っていうのは常に壊れて治されるということが、私どもの体の中では常に起こっています。毎日、毎時間、毎分、毎秒のように起こっております。で、例えばですね、私たち息を吸いますけれども、息を吸うと私どもの肺の表面の細胞に小さな小さな穴が、ナノスケールの穴が開いて、それが数秒のうちに治っています。
で、例えば皆さんは多分ご健康のためにエクササイズされているかと思います。走ったり泳いだりされると思いますが、筋肉に強い負荷がかかった時にその筋肉の細胞の表面にまたこれナノスケールの穴が開きます。で、それが数秒のうちに治る。これを繰り返すことによって私どもの体は恒常性を保つことができます。で、この仕組みが完全に壊れてしまいますと細胞は破裂してすぐに死んでしまいます。で、この仕組みがほんの少し減弱しただけでも筋ジストロフィー症って、どんどん筋肉が弱っていて最後なくなってしまうっていうね、非常に重篤な疾患ですけれども、それにかかってしまうということが分かっております。ですので、この細胞膜の修復という仕組みは私どもの体の健康のために本当に重要です。で、この細胞膜の傷とその修復という研究分野、50年ぐらいの長い歴史があるんですけれども、細胞膜が傷ついた細胞がどうなるかということについて2つの運命っていうのが知られております。まず1つは、傷が治って元気になるっていう運命、その穴が瞬時に治してまた元気に分裂できるようになりましたよっていう治るという運命。で、もう1つが、傷ついてその傷を治せなくて細胞が破裂して死んでしまいましたよって、細胞死という運命。そして私どもはここに第3の細胞運命である老化というものがあるということを世界で初めて発見いたしました。で、細胞の老化とは何なのかと、で、おそらく聞いたことのある方々多いかと思いますけれども、一応もう一度思い出すためにご説明をさせてください。これ研究室で培養した人の正常細胞、がんじゃない細胞ですね、正常細胞の、若い細胞が左側、右手側が老化した細胞になります。これ人の細胞ですね。で、がんは無限に分裂できるんですけれども、この正常細胞というのはだいたい 5,60 回分裂するとその増殖を不可逆的に停止します。もう分裂できないよっていう状態になります。で、死にはしないんですけれども、その増殖が止まってじっとしてるっていう細胞になります。それが老化細胞です。で、これが一つの若い細胞なんですけど、これ繊維芽細胞って言いまして、皮膚の下とかによくあるようなタイプの細胞なんですけど、こういう細い形をしていて結構厚みもあってなんかふかふかしてるんです。ですけれども、老化細胞はこれが一つの細胞です。めちゃくちゃ大きいですよね。大きくベターッと広がって、もう高さがほとんどないんですごく薄いんです。で、また出ているタンパク質、酵素も結構変わっておりますので、ある試薬をこうかけてやることでこういうふうに青く染めてやる、老化細胞だけ青く染めるっていうようなこともできたりもします。これが老化細胞です。で、じゃあ老化細胞、実は私たちの体の中にも存在するということが分かっておりまして、で、ほんの少しのいいこととすごくたくさんの悪いことをしているっていうことが分かってきております。で、どうやってそんな増殖止まっている細胞がいいこと悪いことするのかって言いますと、サスプと呼ばれる、タンパク質を、水に溶けるタンパク質、いろんな種類のタンパク質を細胞外に作るんです。で、これはホルモンではないんですけど、ホルモンみたいなものっていうふうに考えていただいたら多分分かりやすいのかなと思うんですけど、なんかこういう水に溶けるタンパク質をたくさん作りまして、で、それが血流に乗って体のどっかに別のところに行きまして、で、そこで、例えば免疫の機能を上げたりとか、あるいは傷ついた傷を治すのを早めたり、あるいは悪い機能としてはがん起こしてしまったり、あるいは体のいろんなところを老化させるような機能があります。で、老化細胞、良い機能悪い機能もあるんですけれども、最近この老化細胞がもう世界中の研究者の注目を集めております。で、それはなぜかと言いますと、この老化細胞が私ども人間の老化の原因の一つであるということが分かってきたからです。で、ここネズミが書いてありますけれども、人でも一緒でして、老化した個体の人間の体の中にはこの老化細胞というのはたくさん溜まっていまして、で、これをセノリティクスと呼ばれる、たくさんいろいろ種類があるんですけれども、老化細胞を殺すような薬、これを処理することで体の若返りができるっていうことが分かってきております。これサイエンスフィクションのような話なんですけれども、これは実は本当に世界中の研究者が本気で取り組んでいる研究です。で、一つ例をご紹介したいと思います。で、これ私の研究じゃないんですけれども、もうパッと見て分かりやすいのでアメリカの研究室の研究成果を持ってまいりました。
これ年を取ったネズミなので、ここ脱毛とか、まあ、白髪とかいろいろ、まあ、毛に問題が起こっていると。だけれどもここで老化細胞を殺すような処理をしてやりますと、まあ、黒いふさふさの毛がわーっと生えてくると。脱毛も白髪も治療できるという非常に夢のある話でございます。で私は別に毛の研究はしてないんですけれども、これで毛だけじゃなくてですね、体のさまざまな臓器もこういうふうに、まあ、老化細胞の自殺によって機能を回復させるっていうことがいろいろな研究室から報告がされております。で私どもの研究に戻りまして、細胞膜が傷つくと老化するということを見つけたんですけれども、じゃあなぜこれがインパクトがあったかって言いますと、実は私どもの体の中で実際どうやって老化細胞ができているのかっていうのは誰も答えを知らなかったんです。で実験室では、まあ、DNA の変化、例えば、まあ、お酒を飲んだりですね、タバコを吸ったりすると DNA に傷がつくというのはよく分かってまして、で DNA に傷がつくと細胞が老化するというのも実験室でよく分かっておりました。でだからきっと体の中でもそうなんじゃないかっていうことが言われていたわけなんですけれども、でも実際老化細胞は DNA が傷つかない条件下でも体の中にたくさんたまるということも同時に分かっていたんです。なのでじゃあ実際どうやって私たちの体の中で老化細胞ができているんだろうねっていうのはもう非常に謎だったわけです。で私どもはその細胞膜によって細胞膜が傷つくと老化をするということを見つけて、その細胞の遺伝子の発現パターンが実は人間の体の中に実際に存在する老化細胞とそっくりだっていうことを見出しました。このことは人間の体の中でもその老化の原因っていうのが実際に細胞膜の傷であるっていう可能性を示唆しております。ですので細胞膜の傷を抑えれば細胞の老化、ひいては人間の老化を抑制できるかもしれないという新たな研究の方向性を開いたという意味でインパクトがあった仕事です。でここで私どもの研究を表現する絵、イラストレーションをイラストレーターの方作っていただいたんですけれど、ここでモチーフは金継ぎです。日本の伝統技能、伝統芸術の金継ぎです。この壊れた器を、まあ、漆や金を練ったものでこう修復するという、なんかわびさびとかそういう類のものなんですけれど、これは私どもはその私どもの研究のアナロジーとして、そのこの細胞膜に傷がついて、でその傷は治るんだけれども器は元のように戻るわけではなく、不可逆的にその性質を変えて、まあ、老化細胞というものになると、全く違うテイストを持った器になるということを表現しております。で猫は老化します、犬は老化します、私ども人間も老化しますということで、私どもはその生きとし生けるものは皆老化するというふうに考えがちなんですけれども、実はそうではないんです。この世の中には老化しない生き物っていうのが意外とたくさん知られている、はい、例えばクラゲですとか、ある種のサメ、ここである種のウニ、まあ、ウニは老化するやつとしないやつといるんですけど、まあ、で例えばそのこれ裸デバネズミっていう、最近ねよくテレビにも出てくるのでご存知の方も多いかなと思うんですけど、アフリカ産のネズミでして、地面の下でね暮らしてるんですけど、で普通のネズミはだいたい 2,3 年で死んでしまうんですけど、裸デバネズミはその10倍30年生きることができます。で死ぬ直前まで子供を産むことができる、またそれ以外の体の機能も死ぬ直前まで衰えない、またがんにもなりにくいというふうに言われています。ですのでこういった生き物からその秘訣というのを研究で教えてもらうことで、人間の老化も抑制できるようになるかもしれないと。で実際そのセノリティクスの研究というのももう臨床のフェーズ2まで行ってる薬というのはたくさんありまして、まだ商品化はしてないんですけれども、多分あと5年7年するうちに本当に市場に出てくると思います。で私どもはその老化細胞を殺すというストラテジーではなく、そもそも細胞膜に傷を入れないことによって老化を遅らせようということで、新浪様そしてサントリー様のお力添えをいただきまして、そのようなサプリメントが開発できないかということで、それを目指した基礎研究を今一緒にさせていただいております。急ぎます、頑張ります。はい、ですので今後ともぜひご指導賜りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうも河野先生ありがとうございます。もう一日も早い実用化をここにいるみんなが求めていると思います。ありがとうございます。それでは、根本先生引き続きよろしくお願いいたします。はい、おいしてようこそお越しくださいました。2つ目の、主題は、量子科学技術ということで、ちょっと毛色がまただいぶ違いといいますか、ですけれども、私、量子情報科学技術ユニット長、オイスト量子技術センター長を務めております、根本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。で、皆様よく聞かれると思うんですけれども、これは内閣府から2年ほど前に出てきた未来社会ビジョンです。で、これから量子技術が私たちの IoT 社会、高度情報化社会の中にどんどん融合されていって、より効率の良い技術体系、技術基盤に変わっていくということが予想されております。で、よく量子コンピューティングということで、早く計算が速くなるということによく注目されていると思うんですけれども、ICT 全般にわたってコンピューティング、それからセンシング、データを集めるというところですね、それから、セキュリティ通信というふうに、広く ICT 全般にわたった技術に対してこの量子が、融合されていくんだと。で、なんでここで急に量子なんだと思われている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私たちのこの技術基盤というのは、より精密でより効率的なものに向かってどんどん進化していると。で、その中で電気であったものが電子になり、そこから量子になっていくという、そういう流れというのはやはり非常に自然な流れであって、で、私たちもこの量子の世界を操ることによって、より精度の高く、より効率の良い技術を生み出していく。それですので、IT 技術だけに関わるのではなくて、やはり輸送であったりバイオであったり、エネルギーであったりというようなマクロなレンジの技術に対しても、非常にこの量子の技術というものは大きなインパクトを与えていくというふうに考えられています。で、これを支えていくために、国の取り組みとして量子イノベーション拠点ということで、今、11拠点、ありますけれども、その中でOISTもですね、国際量子国際連携拠点ということで、これを拠点活動を支えていくために、OISTと量子技術センター2022年より、設立開始しております。で、この中で取り組みとしてですね、先ほど申し上げましたように、いろんなトピックスがあります。つまり技術全般にわたって、量子がインパクトを与えていく、その技術の原理から変えていくというところでインパクトがあるわけですけれども、アルゴリズム、コンピューターハードウェア、 IoQT というのは IoT なんですけれども、 Things がクワンタム Things に変わっていくということで、それがつながっていく IoQT、 それから新しい機能を出していく、それから暗号技術、セキュリティとの融合ということを考えております。で、これらのトピックスというのはですね、将来的に重要で鍵となる分野にフォーカスして、OISTでは量子重点分野として非常に優秀な研究者が集まってきておりますけれども、そうは言ってもですね、やはりまだまだ規模の小さい大学でありますので、こういった重要な分野、鍵となる分野にフォーカスしていくということを考えております。で、これは私の研究室における、私のユニットにおける研究分野と今後の展開をご紹介しています。こういった主に分野を研究しておりまして、線でつながっているのはどういう関係性にあるかというのをちょっと線でつないでいたらですね、なんかぐちゃぐちゃになってしまったんですけれども、こういうことでですね、コンピューターと例えば量子機械学習とかデバイスっていうのはバラバラに考えられておりますけれども、実はですね、まだまだ研究の分野ではこのようにつながっている。またその他周辺分野としてはですね、これから特に注目していきたいと思っているのは、ニューロサイエンスやバイオへの応用、またはエッジコンピューティングやビッグデータ科学への応用というようなことが考えられてくるかというふうに思っています。で、この中から3つご紹介しようと思うんですけれども、まず1つですね、新機能って何というわけなんですけれども、私たちの技術っていうのはもう非常に高い精密度で動くようにもう現在なっています。ただですね、自然界を見ますと、もっとすごいことをやっているものもあるんですね。例えばこの、光合成の光を、
ハーベストする光をキャプチャーしてですね、それを使うわけです。で、その使うときにですね、なんと 100% 近い効率で使うんですね。で、こういった輸送現象っていうのはなかなか私たちの、シリコンのハードウェアではなかなかできかねるわけです。で、まあそういったことをこうヒントにですね、新しい量子を使った緩い制御のモデル、これは環境系を使って制御する。普通は環境系っていうのは私たちの敵なんですけれども、まあ、この場合は環境系を使って制御する。で、そうすることによって例えば量子を使った量子技術制御のようなものも将来可能になっていくのではないかというふうに考えられます。で、また次はですね、量子というのはね、つながることでより大きな力を発揮するんです。で、これについて一つご紹介したいと思います。で、これ私よく今言われているのはこういうことをよく言われているんですね、今現在。で、ここの今 の私たち のこの情報化社会で皆さんコンピューターすごいのあります。富岳もあります。いろんなコンピューターがあります。だけどインターネットがなかったらどうでしょう。非常に使い勝手が悪いですよね。で、そういうこと、要するに量子コンピューターを、要するに量子ネットワークがなかったら量子コンピューターができてもですね、今のコンピューターを郵便棒でつなぐみたいなことになってしまうわけです。で、それは非常に都合が悪いんですね。で、これをなんとかですね、つなげて量子情報技術が持つ力を最大限に発揮したいということを考える。で、まあ、今現在の開発段階というのはこのあたりです。まあ、アクセラレーターと呼ぶのがいいかどうかは別として、まあ、融合的な一部量子の力を借りて何かクラウドの仕事を助けましょう。または量子センシングで今まで測れなかったものを測る、または効率的に測るというようなことをして、例えばですね、英国の国家戦力のミッション3にもありますけれども、保健システムといいますか医療システムと合体して、で、そのデータを活用することによって新しい医療システム、病気になる前に防ぐというような、そういった新しいシステムを作っていきましょうというようなことを考えられているわけです。これがですね、だんだんインターフェースができてきますと本当に量子がつながってその力を発揮するようになっていきます。で、最後には、これは量子 ICT の成熟期の始まりになるわけですけれども、量子インターネットで量子が融合、量子コンピューターが融合していくと。で、こういったような元になる研究ですね、まだまだこれは非常に基礎的な研究ですけれども、インターフェース、それから量子センシング、これらを組み合わせていかに融合的な技術を作っていくかというようなところを私たちは研究しています。それから最後にですね、量子コンピューターとアルゴリズムの開発、これ2つありまして、フォルトトーレラントのコンピューターということで、大規模なコンピューターに向けて何をすればいいのか、それから今あるコンピューター、プロセッサーですけれども、を使って一体何ができるのかというようなことをやっております。これは超伝導をベースにした量子コンピューターの発展ですけれども、2016年に IBM がまず量子ビットのマシンをインターネットを通して使えるように開放しました。ここからですね、だんだんこう進んできて今この辺りなんですけれども、2022年に IBM が433のオスプレイというマシンを公開いたしました。で、その他にですね、もちろん Google であるとか中国であるとか、いろんなところで50量子ビット程度、または数百というような量子ビットの超伝導だけではなくて、イオントラップであったり中性原子を使っていろいろな量子プロセッサーができるようになっています。ただですね、量子コンピューターに行くにはまだまだ本当の量子コンピューターに行くにはまだまだ未解決問題たくさんあります。先ほどの量子をつなぐというのも一つなんですけれども、やはりこういったところの基礎研究というのが進んでいく必要がある。また私たちはこれはアーキテクチャが非常に大事だというふうに考えておりまして、アーキテクチャがあって初めて大規模な量子コンピューターの開発が可能になります。ということで、いち早くですね、こういう技術レイヤーをきちんと分析をしまして、ここのアーキテクチャで各技術レイヤーの要請を具現化するということによって、実現可能な量子コンピューター像というものを科学的に理論的に示してまいりました。で、もう一つはですね、今あるものをどう使うか、これも難題なんですね。50という数、この数は数年前までは非常に
というか、まあ、Google のこの、実に Google のこの2019年前まではですね、夢の数でした。それまでは本当、10いかないぐらいだったので、50あるってすごいことだったんです。50あるとですね、何がすごいかっていうと、まあ、富岳でも計算できないというところがすごいことなんですけれども、まあ、これ、すごいんですけども、何ができるかっていうところではまだまだわからないんですね。で、ただですね、何がすごいかってもう一回考えてみるとですね、この仮想的にこの50ビットの量子プロセッサーが作るネットワークで考えると、脳のニューロンの数と同じくらいの大きなネットワークを貼ることができる。もちろんバーチャルに貼っているので、それを自由に操ることはできないんですけれども、まあ、それだけのポテンシャルをいかに引き出すのかというところで、そこを今研究が進んでいるところです。でこれが一つの新しい例なんですけれども、まあ、今までうまくいってなかったというところをですね、どうやったらうまくいくのかということをこれで具体的に示しました。でこれ量子コンピューターが簡単な問題を解いている様子です。でこうやってですね、だんだん時間が経つときちんと量子コンピューターが解を出せるようになってなるということで、このようにしてですね、ここに量子を入れますと古典の簡単な古典のシステム等を融合させることによって初めて有用な例というものを示すことができました。これたったの11量子ビットで正解率 97% 以上 MNIST の判定をします。ファッション MNIST はもうちょっと難しくて、人間にやらせるとたったの 83% ぐらいしか出ないんですけれども、まあ、これにやらせるとですね、大体 90% 超えるか超えないかぐらいの深層学習と比較的る程度の正解率を達成できるということで、こんな簡単なものがこんなに機能するというのは、まあ、量子の力を感じるなというところだと思います。で量子コンピューターの位置づけなんですけれども、これ2018年ですね、量子コンピューターはまあこの辺りと言われていました。で確かにこうハイプを超えてきて、でこの時は主要採用までに5年から10年と言われていたんですけれども、このあと5年経ちましてですね、まあ、ここへ来ています。今のつまり、まあ、ちょっと先ほど5年から10年って5年前に言ってたんですけど、今は10年以上というふうに言っています。つまり量子コンピューターの見方って変わってきているんですね。それだけいろいろと要素がまだわからない、基礎研究と応用研究と開発が一体となっている分野というところが非常に特徴的で、ここにですね、量子科学が機械学習があるんですけれども、これがまた面白いと思うんですね。まだまだ黎明期だと言われているんですけれども、実はですね、この5年間何が進んだってハードウェアの技術が進みました。つまり、量子機械学習もこうすればよいというアイデアさえあればですね、この TRL のジャンプが起こるわけです。で、そうしますと、ここからここと、ここが伸びる時間のスケール感というのはもうだいぶ変わってくるというところで、量子コンピューターをウォッチする場合にですね、このあたりのポイントというのをしっかり押さえていく必要があるというふうに思っています。で、私たちの研究もここにフォーカスがありまして、このハードウェアとソフトウェアのひじめな融合、これによって新しい可能性を生む、でそれをたくさん生むことによってですね、その中から将来の主流を成長させていくことができるというふうに思っております。で、これ最後なんですけれども、まあ、お手元にちょっとこの書類を、お配りいたしましたけれども、QSTAR と、スクリアップネクストと一緒にですね、産学連携で、第3期 SIP の教育プログラムを、OIST では実施しております。で、この2つ、最初の2つですね、この教育コースプログラムのこの今年のコースは、量子技術入門コースなんですけれども、東京の八重洲口、東大のアカデミックコモンズで実施いたします。で、これまだプレスリリース今月末を予定しておりますけれども、一足先に皆様にお配りさせていただきました。説明会は4月18日にまた東京同じところですね、八重洲口の方で行う予定でございます。で、こういったことで、ジェネラリストといいますか、やはり企業の中で量子の技術の基礎が分かって将来が見通せるような、そういう人を育てるプログラムです。で、もう一つ研究技術プログラムの方は OIST の方で6ヶ月間研究に携わっていただくというプログラムでございます。こちらの方もですね、4月より募集を開始し、6月から実施の予定ですので、ぜひウォッチしていただければというふうに思います。私からは以上です。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。こちらも本当に夢のある、技術だというふうに感じました。ありがとうございます。それではここでお三方からの、お話に対しまして、ご意見ご質問を受け付けたいというふうに思います。挙手をしていただきまして、ご指名させていただきますので、ご所属とお名前、そして誰に対する質問かというところをですね、言っていただければと思いますので、挙手をお願いいたします。どうぞお願いします。鈴木さんから、じゃあ、マイクを持っていきますかね。はい、どうもありがとうございます。カリンさんにご質問なんですけども、オイストでどんな分野をこう研究するのか、あるいはどんな研究者を取ってくるのかっていうようなところを、どういう、なんだろう、システマティックな構造で決めているのかっていうことを教えていただきたいなと思います。マイクはい、ご質問いただきありがとうございます。はい、私たちはもちろん幅広い知識ベースを持っています。小さい大学ではありますが、ですので今私たちは5人の新しい教授陣を採用しようとしてオープンサーチをしました。なので幅広い分野からたくさんの人たちが応募してくださいました。で、それは私たちが多様な方々に応募していただけるように、そしてもちろん女性の方にも入っていただけるようにと思ってやりました。で、ショートリストになったところで22人ですが、 50% が女性です。ですので、そのこと自体も成功と言えたと思いますが、同時に私たちはただ単にもちろんそのどういう方々、そのどういう才能のある人たちなのかを見ております。で、もちろんもっと成熟をしていく中で、私たちがこれを世界に示すことができれば、おそらくはもっとたくさんの研究者がオイストに来たいと、こういう環境の中でやっていきたいという人が増えると思います。ですので、我々がやっている研究を示すことで、ここに来たいという研究者がもっと増えて、そして自分たちも研究を進められる環境が得られるんだと、面白い環境が得られるんだと考えていただいて、そして貢献していただけるものと考えます。これはバランスだと思うんです。クリティカルマスに向かう中で、そして多様性を追求する中で、私たちとしては一番質の高い研究者の方々を採用していきたいと思っています。そしてどんどん大学の規模を増やし、大きくしていきたいと調整をしながらやっていく、そういう採用活動です。で、分野としてはもちろん神経科学、かなり早い段階からやってまいりました。で、今もこれはとても強い分野です。で、ますますこれが他の知識の分野にへとつながっています。デジタルの側でも、クアンタム、量子の側でもそうです。ゲノミクス、その他体の機能ですとか、それがどう発達するのか、またどう影響するのかといったところにもつながっています。ゲノミクスというのもとても強い分野です。エネルギーも申し上げました通り、そこにつながってきます。これもどんどん力をつけている分野の一つです。これもかなり早く進展するんじゃないかと思っています。また海洋科学、海洋生物学、またその他の化学の分野、海洋のバランス、エネルギーと、それからサンゴと、また養殖、養殖は陸上でも行うということで、それから海洋陸上で行うということで、生物多様性にもつながります。これらみんな今申し上げましたものはとても重要なものです。我々の社会でのポジショニングを考えた上でも、そしてこれから先、次の最先端の分野に影響を及ぼすものであると考えています。これらはディスラプティブな知識の例でもあります。これらがたくさんの分野へとつながっていきます。例えば生物多様性、それから沖縄、
これはまた個人化されたその医療ですとかパーソナルメディシンにも言うなればフードトゥファーマ、食料から医療までと、ここまで全部広がりを持っています。我々の周囲の環境も大事で、どのように私たち発展をしながら健全性を保つのか、小さな大学ではありますが、申し上げました通り本当に広がりを持っています。これから先はその採用のあり方もバランスを取っていきますが、それだけではなく、我々はビジターにとっても行きたいと思う場所になっていくようにしていきたいと思います。ですので訪問研究者、もちろん沖縄というのは旅でやってくるのはとてもいいところだと思いますので、それとこの島、それから研究をつないでもっとダイナミックに人が流れてくるのではないかと思っています。世界中から来て、そして貢献していただけるというふうに期待しています。これがとてもイノベーションの分野にも大事になってきます。聞いてくると思います。そして沖縄がそのものがテストベッドになると、ソリューションに向けたテストベッドになると考えています。これでお答えになりますでしょうか。カニさん、ありがとうございます。それに付け加えて私がお聞きしたかったのは、その組織としてどの分野を追求していくのかを判断するそういう組織はあるんでしょうか。これは応募してくる人次第というところがあります。私たちはとにかくその応募者のプールの中で最も才能豊かな人を採用したいと思っています。私たちはそういう人たちを魅了できるような、そういう人たちを呼び込むことができるような大学として自分たちを世の中に示していくことしか私たちはできません。我々の方でこの分野、どの分野というふうに選ぶのではなくて、ベストの科学者においでいただきたいと思っています。よろしいですか。はい、ありがとうございます。他に、それでは山口さん、お願いします。聞こえてますかね。はい、日本 IBO の山口でございます。ありがとうございます。河野さんですかね、細胞膜のご研究の発表された方にちょっとご質問させていただきたいんですけども、細胞膜を、傷つくことを防ぐための今研究をされているというふうにお話をされていたと思います。で、一方で途中で傷ついた細胞が治らず死んでしまうと筋ジストロフィー等々の病気になるというふうなお話をされていたのかなというふうに思うんですが、この細胞膜が死んだものをこう再生するような研究っていうのはこちらでやってらっしゃるんでしょうか、それとも他でどっかやってらっしゃるんでしょうか。ご質問の背景はやはり筋ジストロフィーって実は私どもの社員にもおりまして、毎日のようにやはりこう、進捗していってしまっているんですね。なんかそういうものを少しでも早く解決できないのかなっていうふうに思ってちょっとご質問させていただいている。それから同じような質問なんですけども、傷つくことを防ぐのもそうだし、死んだ細胞を治すのもそうなんですけども、それが医療機関の方々との協業等々どういう形で進んでらっしゃるのかとか、さらに何かこう、研究を加速させるために産業界と例えば量子コンピューターの活用だとか、何かこういうものがあればもっと役に立つっていうことがあればちょっと教えていただきたいと。で、最後に1個だけ質問、皆さん多分知りたいと思うんですけど、サントリーさんとの共同研究のサプリっていつぐらいに出る予定なのかって、これとっても知りたいなと思って、ロードマップどうなんだろうと、それちょっともしよろしければということでよろしくお願いします。はい、それでは河野先生、はい、お願いします。こちらでございます。どうもありがとう。すみません、ちょっとそっちの方がいい。はい、失礼いたしました。河野でございます。まず筋ジストロフィー症の方の件ですけれども、現時点で治すことは難しいというのが一番短い答えになります。で、方法としてはまず傷が入りにくくなるようにするということで、例えば細胞外マトリックスで、いわゆるそのコラーゲンとかそういったものでこう保護してやることで細胞膜の傷が少しでも入りにくくなるというのが一つで、もう一つは細胞膜の修復を行うエスコートっていうタンパク質があるんですけど、これは傷を早く治すような
繊維状のタンパク質なんですが、そういったものを高発現することで少なくとも試験管内では修復を早めることができます。でこうすることでおそらくその筋ジストロフィー症の患者さんの進行を多少遅らせていくようなことは将来的にできるようになるかもしれないと。でもう一つ本質的な治療法としては、その筋ジストロフィー症さんは遺伝的な病気でして、もともとポイント転変異が遺伝子ある遺伝子に入ってしまっているので、それを例えば今の最新の技術ですとクリスパーキャスとかそういったものでも遺伝子を変えていくことでそもそも根本的な治療を目指すっていうようなことは考えられるかと思います。ですけれどもどれもまだ基礎研究の段階でして、多分道のりとしてはまだまだ長いというのが残念ながらお答えかと思います。で、2つ目のご質問ちょっともう一回言っていただいてもよろしいでしょうか。2つ目は、3つ目と一緒なんですが、例えば医療機関さんとの協業だとか、さらには例えば産業界へのさらに研究を進める上での何かこういうことがあればいいなとか、もっと量子コンピューターを自由に使えればいいかだとか、いろんなディペンデンシーがあればそういうことをちょっと教えていただければなと思います。ありがとうございます。サントリーさんはもちろんサプリメントサシセサミンですとかそういったものでもサプリメントの開発に非常にご経験がおありになりますので、サントリーさんの研究員の方、実はこの4月から1人研究員の方をOIST に送り込んでいただけることになっておりまして、一緒に力を合わせてまずは基礎研究の部分ですね、本当に信頼できるメカニズムの深い理解というところを目指して、その次にサプリメントの開発というところで今から10年先までを見据えて、一緒にやっていただくということでご相談をしております。で先ほど最後 のいつサプリメントが出るのかっていうご質問なんですけど、頑張りたいと思います。はい、じゃあ10年後ぐらいまでにいけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは他にご質問ございますか。それでは、ごめんなさい。じゃあ石村さんの方からいきますかね。はい。はい、ありがとうございました。根本さんにお聞きしたいんですけど。よろしいですか。はい、何ページかな。すいません。3ページの量子イノベーション拠点の絵があって、たんですけれども、これいっぱい日本の中にあるんですけれども、研究者の方からご覧になって、僕私今産総研で AIST なんで一番左の上のところをやってることになってるんですけども、こんなにたくさんあって、量子コンピューターの開発は効率的に進むと思っておられますか、どう考えておられますか。それちょっとぜひ聞きたいなと思います。はい、量子イノベーション拠点はですね、全部が全部この量子コンピューターを開発するというものではございませんで、それぞれに例えばですね、東京大学というのは、ここでは、量子コンピューター利活用ということになっておりますけれども、当然ながらですね、東京大学でこれだけをやっているというわけではなくてですね、いろんな取り組みが あるわけです。その中で、代表的なものを、名前にとって拠点名にしているというのが、実際かなと思います。ですので量子国際連携というふうに名前がついておりますけれども、OIST の方でも、それだけをやっているというわけではもちろんなくて、いろんな量子フロンティアのところで量子コンピューター量子通信量子セキュリティ、それぞれいろいろなものをやっているわけです。ですのでたくさんあるとおっしゃったんですけど、よく見るとですね、大学は5つしかないんですね。で、その他に国研が入るという形になっていて、国研はやはりミッションベースなので、OIST ですと、この例えばですね、サプライチェーンを強化していくとかいう、そういう取り組みがあるということで、やはり大規模な量子コンピューターに向かってはいろいろな要素があるんです。非常に大きなものを作るというふうにお考えいただくと良いかなと思います。ですのでそれに応じてですね、それをサポートしていく仕組みというものも必要だというところかなという。だから量子コンピューターの最先端のところの研究開発をですね、この11拠点が全部やっているというわけではないというふうにご理解いただければというふうに思います。ありがとうございました。よろしいですか。はい、ありがとうございます。それでは最後にもう一方だけぐらいで、じゃあ増田さんですね。はい、お願いします。
Thank you very much. ありがとうございます。マルキデス学長への質問です。ちょっとその鈴木さんからも話がありましたが、その日本の大学の平均的な教授以上のその人を雇うということで、まあ、他の大学、他の、まあ、世界の大学とも競争があると思うんですね。で、日本の教授、まあ、他の国の海外の教授と比較してどうなんでしょうか。そのなかなかその給料が低いということがあるかと思うんですけれども、何かそこでの戦略はありますか。ご質問どうもありがとうございます。まあ、その給料だけが重要だと思われる方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、実際のところはですね、そのオイストに来られる方というのはやはりそのハイトラストファンディングのメカニズムに引きつけられて来られるわけです。どういうことかというと、その研究者、本当に好奇心を持っている人たちが集まってくるということなんですね。それからその世界の制度システムというのもよく考えられていると思うんですけれども、研究者のその好奇心を制限してしまうようなものにもなりかねないと、そういった制度があります。しかし資金の提供機関というのが大学以外のところにあるという場合があって、でその成果結果を測定したいとか、まあ、そういったコントロールというのが、研究者のコントロールというのが強化されているということで、まあ、研究者を箱に入れて、そしてもう研究者なんだからその箱に入ったまま研究をして、そして儲けを出せというふうに言われてしまうわけです。そうするとその研究者の好奇心というのが死んでしまう。それはもっと培っていかなければならないものなんですね。で、我々のファンディングというのはそういったものになっています。研究者を雇って、そして本当に彼らが必要とするリソースを提供し、我々はその研究者はですね、グループを立ち上げ、そしてさまざまな機器に関して誰でも使えるようなものに我々しておりますし、これ時には無料でそれをやっているんですね。そしてまた評価に関しても5年ごとに行っています。で、評価は後から行うわけです。そして基本的なこの資金に関してはですね、提案書を書く必要がないわけです。で、もちろんですね、スピードが高まっていった場合はですね、この提案書を書いて、そして今持っているリソースに上乗せてもっとリソースを獲得しに行くということはできるんですけれども、まあ、それがですね、我々の魅力だというふうに思っています。で、正直申し上げて大学は全てそうあるべきだと思っているんですけれども、実は大きな大学にとってはなかなかそれは不可能なことかというふうに思います。しかし我々としては慎重にこの制度を守っていかなければならないと思っています。まあ、OIST、そして日本の他の大学と協力することによって、我々のこういった制度から他の人たちもベネフィット、恩恵を受けることができると思っています。はい、ありがとうございました。それではまだまだご質問されたい方もあると思うんですけれども、少し時間もしておりますので、これで終了したいと思います。改めまして、マルキデス学長、河野様、根本様に、拍手を持って感謝を示したいと思います。本当にありがとうございました。Thank you very much。それでは、この後引き続きパネルディスカッションを、行いたいというふうに思います。パネラーの皆様方、こちらの方に、出てきていただいて、少しちょっと準備がありますので5分ぐらいかかると思いますが、はい、それでは、準備ができましたのでパネルディスカッションに移らせていただきます。ここからはモデレーターを務めていただきます南部俊一経済同友会先端科学技術戦略検討委員会の委員長に進行をお願いしたいと思います。それでは南部委員長、よろしくお願いします。はい、岩井さん、どうもありがとうございます。ご紹介、長いんですけども、先端科学技術戦略検討委員会の共同委員長を務めてます南部と申します。沖縄は30年ぶりでして、はい、同じ共同委員長の北野先生がですね、まあ、オイストのスタートの時の構成メンバーでこのコンセプトを伺ってきまして、とっても楽しみにしてきました。その上、この、際立った3人のパネラーの皆さんの意見を聞けると楽しみ、よろしくお願いいたします。まずですね、本日のパネルディスカッションは大きく2つのテーマを捉えています。1つは産学連携によるイノベーション、もう1つが先ほど新浪代表がおっしゃってた、
沖縄振興、この2つを軸にディスカッションプレゼンをやっていただこうと思います。まずですね、最初に3人の方々から簡単なコメントをいただきたいと思います。オープニングのまず最初にですね、一番向こう、あと左足の皆さんから右足の、元永博之様、沖縄電力の代表豊島区社長執行役員で、今日は地元の産業界ということでコメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ一言だけ。はい、どうもありがとうございます。ご紹介いただきました、沖縄電力の元永でございます。沖縄経済同友会の副代表幹事も務めさせていただいております。今日は東京からお越しの皆様も多いので、沖縄のちょっと電気事業の特徴も、ご紹介を簡単にさせていただきたいと思います。まず沖縄はご承知のように、ネットワークの系統が、本土とつながっておりません。でそして、規模が小さい。で多くの離島を抱えています。で自然環境も、意外と日照時間は短いです。全国平均並みぐらいです。で、台風が毎年のようにやってきます。でそして、高温多湿、湿度が高くてですね、塩害も非常に多いです。であと電力の自由化の環境ですけれども、氷の全面自由化については、本土と同様に、もう全面自由化です。で新電力も約20社ほど沖縄に進出してきています。ただ発送電のところはやはり離島も多く抱えてますので、ここは一貫体制を認められて取り組んでおります。こうした感じで、本土 の状況と、数多くの異なった点がありますけれども、全国同様カーボンニュートラルに向けてはですね、さまざまな困難を乗り越えながら、チャレンジしていかなければならないという環境にございますので、今日はそういった観点からも皆さんに、お話をさせていただければと思います。元永さん、ありがとうございます。後ほどプレゼンもいただきますので楽しみにしていて、それから次の方ですね、ギル・グラノット・マイヤー先生、オイストの首席副学長、技術開発イノベーションのご担当でございまして、テルアビブ大学でですね、法律と MBA を勉強されて、その後放送界でお仕事をされてきまして、特筆すべきはですね、ちょっと今日出てましたけど、イスラエルのワイツマン科学研究所、町まで作る形になったんですけども、ここのですね、法律顧問の企業でありますヨーダの CEO を務められたということで、科学技術の移転だったり提携だったり、そういうことを進められた方ご人で、楽しみにしております。どうぞ一言。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきありがとうございます。私は、沖縄に大きなポテンシャルがあると思っています。またイスラエルとよく似ている状況ではないかと思います。人口は若い、また人材という点でもとてもポテンシャルが高い、そしてグローバルに考える必要性があるということ、それと私がここに来るそのきっかけになったのはやはりオイストです。オイストは成長しているその力強い学術分野の組織です。また世界有数の大学の一つです。なので大きなゲームチェンジャーになるものを作る可能性があるかと思います。ですのでとても楽観的な状況を見ています。ありがとうございます。私もイスラエルが何度か訪れたんですけど、すごくユニークに、国と地域とともに伸びてまして、その話をぜひですね、やっていただけたらと思います。ありがとうございます。3人目はですね、増田直樹様、有名な方です。もう VTube の代表取締役の社長でグループ CEO で、とっても今日楽しみにパネルをしてました。ありがとうございます。ビジュアルコミュニケーションの世界でですね、社会課題を解決していこうというのが大きなテーマとして持たれていると思います。よろしくお願いします。ぜひ一言。はい、ありがとうございます。皆さん仮打ちかと思ったら私だけなんかちょっと浮いた感じになって申し訳ございません。あ、いらっしゃいませ。すいません、それが多分正しいんじゃないかと思ってきたんですが、すいません、よろしくお願いいたします。私今ご紹介いただきましたように、VCube という会社の CEO をしていまして、スタートアップなんですが、そこのファウンダーでございます。ただスタートアップといってももう25年前に大学発スタートアップとして、当時はスタートアップって言葉はなくてベンチャーという言葉でしたが、大学発ベンチャーとしてスタートして、で慶応大学なんですが、慶応大学から出資もいただいて、でそこを成長させてきたということで、あと
2012年にシンガポールに移っておりまして、今3分の1シンガポール、3分の1日本、3分の1アメリカみたいな形でさまざまな取り組みをさせていただいております。そういった点からもいろんなコメントが今日できればなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。25年前スタートアップとおっしゃってますけど、その後会社を作ったり買ったりされて新しい分野に行かれてますので、まあ、経営者マインドとスタートアップと言われるマインド両方持ちかと思います。よろしくお願いします。恐縮です。それでは紹介がありまして、次にですね、早速ですが最初のテーマの産学連携、これについてのプレゼンテーションをお二人から、ギルさん、それから続きまして本永さんの方からしていただくことで話を深めていきたいと思います。それではギルさん、Could you proceed your presentation? はい、皆様とどのように私たちがこの連携を進めようとしているのかを見ていきたいと思います。こちらマルキデス学長が示したものと似ていると思いますが、大学をいろいろなステークホルダーとつなごうとしております。私たちはローカル、その地元、それから国内、国際的な社会とつながろうとしております。そうすることで業界との連携も深めていこうと考えています。これはいくつかの目的があります。まず第一に製品サービスを提供して人類の助けになるものを提供すると、学術界から来ておりますが、いろいろなものが出てきております。まさに基礎研究に基づいて作られたものがたくさんあります。新浪さんもおっしゃった通り、基礎研究というのはやはり我々の存在のためにも欠かせないものです。そして大きな課題に取り組む上でも欠かせません。ということで、いくつか事例をお見せしていきたいと思っています。どのように芽吹いた製品サービスがあるのか、それを事例としてお話ししたいと思います。いくつかのツールを持っています。まず第一に、いろいろな研究についてお話を聞かれたと思いますが、それをうまく使って基礎科学を今度は技術へと転換していきたいと思っています。そのツール、そのためのツールです。まずはそれがスタートアップ、スタートアップがいかに大事であるのかという話をしますが、基礎研究とそれから市場をつなぐのがスタートアップです。スタートアップは大きな企業に育つものもあれば、皆さんの企業によって買収されるスタートアップもあります。日本はもっとそういう方向でいろいろやるべきであると考えています。スタートアップをうまく利用すること、また私たちファンディングをこういう初期の段階の企業に提供し、それで人材を引きつけていかなければなりません。ではいくつかケーススタディとしてご紹介したいと思います。とても短くお話をします。私たちまだ若い大学ではありますが、これまでここまでのことができたというのは本当にすごいなというふうに思っております。でこれらの事例はやはりポテンシャルがあることを示していると思います。ではまず最初の2つの事例です。これらはアクセラレータープログラムを卒業したものです。オイストを卒業した人たち、あるいはオイストで働いていた人たちが作ったものです。私たちがサポートをして、それがなければ起こらなかったであろう会社です。まずハーライフラブ、女性の健康のためのものです。特に更年期症状に悩む女性のためのものです。ウェブサービスをここ沖縄で提供しています。ビバエルというサービスです。これはとても大事な問題です。人口の半分、私たちほとんど知らない、どうやってこの苦しい状況を乗り越えたらいいかわからない、それに対応するものです。それからレプスジャパンはタンパク質を作っております。でファミリーマートでこのプロテインを使った製品を販売しております。ですのですでにインパクトを与えるような製品が生まれています。またもう一つ、アクセラレータープログラムの卒業生が作った会社です。これは外部から来たものです。イノベーションに対して私たちオープンに外に向かっても開いています。科学だけではなく人材イノベーションも外から募っております。 EF ポリナー、これはインドからでした。ビジネスについて知識はありませんでした。能力的にも言葉も本当に限られたものしかありませんでした。日本でのオペレーションの仕方もわからなかった。でもここ沖縄にやってきて拠点を作りました。そしてたくさんの人を雇って、そして1万2000の農業生産者をサポートしています。農業廃棄物を使って製品を作り、ですので廃棄物をもっと有用なものに転換すると、そして
水を節約するだけではなく労働力も節約できるようなそういうポリナーを作っています。やはりどんどん高齢化する農業生産者のサポートをすることになっています。循環型 の、 その製品開発です。沖縄発そして世界に向かっています。今50トンのこの製品を寄贈しました。このウクライナの農家に対して寄贈しました。これでウクライナの農業生産者に貢献することができていると思います。また新しいスタートアップ2つあります。化学分析それからバイオマーカーの分野の企業です。メタブルはサントリーと協力をしています。 ACI リサーチはファンディングを得てそのオペレーションをしています。そして未来へ目を向けますと一つはチュラオトメ、これはここでその佐世先生が開発したお米です。そのでんぷん抵抗性のあるもので高血糖に悩む人たちにとって良いものとなっています。今これを育てて製品へと転換しようとしています。パイロットでビールを作りました。その他の分野にも広げていくことができるんじゃないかと思っています。そして健康を支えるものになります。これは沖縄から世界に向けて発信されるものです。またイカの養殖という分野でも今私たちハイライトされました。その養殖をこのラボから今度は市場へとつなげていこうと考えています。ファンディングという点で言いますと大変嬉しいことに私たちはライフタイムベンチャーズとともにファンドを2022年に立ち上げました。50億円の投資ファンドです。特にディープテックに投資をすることを目指しています。パートナーの一つはこのキャンパスにおります。ですので彼らと私たちとても密に結んでやっております。で投資の半分はオイスト関連の企業、リサーチあるいはそのプログラムとしてオイストから発信されたものも含めてやっています。そしてすでに8億円の投資を実行済みです。とても面白いインベスト投資家たちがいます。サントリーホールディング、それから沖縄復興開発金融公庫、それから日本政策投資銀行も含まれています。でこの3つとも特別な関係を多い人と思っていますし特別な連携をしております。でこのシナジーがよくわかると思います。大学がどのように産業と組んでいくことができるのか、そしてインパクトを作ることができるかの事例になっています。そして最後にコミュニケーションは我々非常にオープンに対応しております。ぜひウェブサイトにいらしていただいて我々の活動を見ていただきたいと思います。ちょうど来月なんですけれどもオイストライフタイムベンチャーとともにイベントを開催する予定がございます。こちらは起業者の方たち投資家の方たちが集まるようなイベントです。多くの方たちに興味を持っていただいて参加していただきたいと思います。たくさんコミュニケーションチャンネルがございますので他にご質問があればまた後ほど受け付けたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。事前にちょっと質問を産学連携ということで具体論をお願いしたんですけど非常に分かりやすい雇用とかリスクキャピタルの取り組み方それから、地域社会に与える影響も含めてコメントいただいたと思います。本当はここで質問をこう取ろうと思ったんですけどもその前にですねプレゼンテーションを元永さんのやつ見せていただくととっても連携するところもあると思いますのでそのまずやっていただいてその上で共通事項をコメントしていただくとこういうことでよろしいでしょうか。で本永さんすみません続けて先ほどちょっと触れていただきましたけどもよろしくお願いします。はい、じゃあ私から少しご説明させていただきます。スクリーンに示している通りですねつい3日前ですけれども3月21日に私ども沖縄電力とオイストとですね脱炭素およびその持続可能な社会を目指してということで MOU を締結させていただきました。で、当社としてはこの連携協定によって、脱炭素カーボンニュートラルの課題解決、それの加速化でさらにはその島嶼地域が抱える、特有の課題解決、こういったものにつなげていきたいというふうに思っております。で、後の方で、この MOU 締結の意義とですね、あと先ほどちょっとお話ししましたけれども当社の現状と、カーボンニュートラルに向けての取り組みをご紹介させていただきたいと思います。
まずここに示していますのは沖縄電力の供給エリアですけれども、非常に広大な供給エリアを抱えております。東西約1000キロ、南北で約400キロ、この海域に、沖縄160ぐらいの島がありますけれども、その中で、38の島に、人が住んでいます。でこの38の島に、全て我々から、電力を供給させていただいております。で冒頭申し上げましたように他社との連携がありませんので、ここに書いてある島にそれぞれ発電所があります。でこの11の発電所から38の島にはですね、海底ケーブルで、電気を供給しているということであります。で規制料金はすべて同一料金で提供をさせていただいています。でこれは電力需要の、構成比ですけれども、ご案内のとおり沖縄には原子力もありませんし水力発電もございません。ですから化石燃料が中心の電源構成となっています。で足元ですけれども石炭が約6割で、石油が 13%、 LNG が 21%、再生可能エネルギーは 7% 程度ということになっています。でこれを2030年の目標として石炭の割合を 50% 以下に減らして、石油の割合も 10% 程度に減らす。で、ここで増やしていくのは CO2 の排出の少ない LNG 30% まで高めてまいります。でさらに、再生可能エネルギーの導入も進めていって 10% 以上にしていきたいということです。でこれは沖縄の CO2 の排出の推移と、電源開発の推移を示してありますけれども、沖縄での CO2 排出のピークはですね、2008年です。ここまでは大体石炭火力の開発を中心に行ってまいりました。でそのおかげで沖縄の電気料金もずいぶん安くなりました。で2012年13年に吉野浦の方に LNG の発電所を建設いたしました。でそれ以降 CO2 の排出量がどんどん減ってきていまして、2022年はピークから比べると約 20% ぐらい CO2 の排出量を減らした形になっています。でさらに2030年に向けては、先ほど申し上げましたように LNG の割合を一段と高めてですね、さらに、2005年起点で比べますと、30% の CO2 排出削減を目指しているということであります。でこれは沖縄電力が2050年に向けた、CO2 排出ネットゼロのロードマップということで、再生可能エネルギーの主力化と火力電源の CO2 排出削減、これを2つを大きな柱として進めております。でさらにやっぱり我々プロデューサーの方ですけれども、使う側ディマンドサイドの方の取り組みも重要になってきますので、いろんな自治体との連携、大学との連携、先ほどのオイストとの連携、そういったものも深めていきながら、やっぱり電化の促進、需要サイドの方の取り組みも進めていきたいと考えております。で、ここは再エネの主力化の取り組みのいくつかの事例を挙げていますけれども、意外と沖縄は再生可能エネルギーのですね、展開が難しいところであります。太陽光は土地が限られているので、なかなかメガソーラーの展開が難しい。で我々としては屋根を活用した、お客様の屋根を貸していただいて太陽光の展開を図っています。で風力は先ほど申し上げましたように台風が毎年のようにやってきますので、沖縄本島では大型の風力が今開発できる状況にありません。で、下の図の2つには離島の再生可能エネルギーの取り組みを示していますけれども、来間島と波照間島の取り組みを事例で挙げさせていただいています。両方とも 100% 再生可能エネルギーで発電ができるような仕組みを今実証試験しているところであります。で特に波照間島の取り組みは下等式の風車、離島はですね、台風を避けるために風車は倒すことのできる風車を中には入れております。でそれとモーター発電と、ディーゼルを組み合わせて、2020年に、10日間もう再生可能エネルギーだけでその島の需要を全て供給しました。で、これは海外、県外での展開ですけれども、
我々、先ほど申し上げましたように離島で、ああいうふうに再生可能エネルギーの導入と、そういった知見をですね、30年以上にかけて蓄積してきております。でそれを、同じような課題を抱える島嶼国の方に、展開していきたいというふうな取り組みを今進めています。で下の写真は12月にですね、ドバイの方で、COP28 の大会がありました。そこに環境省から、沖縄電力の取り組みを紹介していただきたいということで呼ばれましてですね、私がこういうふうに発表をさせていただきました。で、もう一方で火力発電の CO2 排出削減ですけれども、先ほど申し上げましたように、まずは LNG の利用の拡大を図っていきます。でその次はやはり、水素とかアンモニアとか、CO2 を排出しないCO2 フリーの燃料を導入していかないといけないんですけれども、やっぱりこれにも大きな課題があります。技術的な革新が必要ですし、サプライチェーン等のですね、展開も必要になってまいります。そういう課題がありますけれども、足元では、実際の、吉野浦にあるマルチガスタービン発電所という発電所で、水素の混焼実証試験をもう始めております。で堆積比 30% の実証試験に成功して、これは全国でも非常に混焼率の高い取り組みとなっております。そういうことで今回のこのオイストとの我々とのその協定の締結はですね、今後そのカーボンニュートラルに向けて、やっぱりオイストが持っているこのもう世界的な英知と研究開発力と、そういったものと、我々のこれまでの経験を組み合わせることで、さらにいいものに高めていけるんじゃないかなというふうに考えております。でまたそういった技術を持ったスタートアップもですね、一緒に支援していければいいかなと思っております。以上でございます。はい、本間さん、ありがとうございます。結論に至るようなコンプリエンシブなですね、プレゼンをいただきまして、具体的で、島嶼部ゆえのですね、難しさもあって、その課題を乗り越えるかを一緒に進めていかれたいと、こういうふうに受け止めました。ありがとうございます。ちょっと深めていきたいと思います。まず最初にですね、モデレートとしては、オイストというこの存在をもうちょっと理解していただくということで、ギルさんにちょっとお伺いしたいんですけども、先ほどカリン学長からもお話ありましたけども、すでに12年間の間にノーベル学者ヘルスケアのところですかね、出されて、それから論文の質と数においてもですね、日本の大学の全てを超えて、世界の、10位っておっしゃいましたけど、私の理解では9位なんですけども、一度取られてると、12年間の実績としては大変素晴らしいものがあると思うんですけども、これはオイストというこの仕組みの中でどういうことが大きな要因となって、そういうふうな結果あるいは状況を作られているというふうに思われてますか。もしかすると学長からもお話ししていただいたのがいいかもしれませんが、どうぞ井上さん。そうですね、学長にももちろん聞いていただきたいんですけど、私の方からも頑張って答えてみたいと思います。オイストンにはですね、他の大学にはない秘密があるというふうに思っています。ハイトラストファンディングというのがあって、先ほど学長からも話がありました。そのことによって優秀な人材が自由に本当にその情熱を持っている研究を追求することができる、好奇心をベースにした研究ができるということです。それから先ほどのセッションでも話がありました、どういった分野を選んでいくのか、どのようにしてそれを選ぶのかという話がありました。でその他の大学がやっているのはですね、その最善の人材を選ぶということ、グローバルに本当に優秀な人材のプールを作って、そして本当に若い有望な人たちに自由を与えて、そのよりシニアとジュニアの人たちを組み合わせていくということ、若い優秀な人材が本当に情熱を持っていることを自由にやらせたならば、本当に難しい課題にも応えていくと、それがもう成功の秘訣ということになると思います。でそれをトランスレートするということで、この実装につなげていくことが今できるわけです。オイストイノベーションというのは初めからあって、我々の活動の一環であります。で我々大変感謝しているんですけれども、その創立者が最初にそういったことを考えてくださって本当に良かったと思っています。テクノロジーのトランスファーのオフィスも作っておりますし、またインキュベーションの話も学長からあったと思いますけれども、インキュベーションスペースも拡大しておりますし、スタートアップの企業との協力も始まっています。ではどのような
形で沖縄への影響をもたらすことができるのかということですが、まあ、こういったことがキーファクターになっていると考えますし、これはその日本にとっての戦略的な資産ということで、沖縄だけではないです、日本にとっての資産でもあると考えています。これをどのような形で本当にできる限りレジリアントな形 でその他のですね、大学にも展開していけるのかということをこれから考えていきたいと思います。ありがとうございます。よくわかりました。日本の、大学というか PhD の数が増えないと、それから、まあ、それは職の安定あるいはしたい研究がなかなかできなかったり、研究所ごとの塊の縦組織ということがあるんですけども、そこに対してこうしたらもっといいんじゃないかというふうな、もしサジェッションあるいはコラボレーションの考えがあれば追加で聞かせていただきたいと思います。そうですね、まあ、私は日本における問題ということをよく知っているかどうかは分かりませんが、その PhD を持っているということはあまりアドバンテージではないというのは驚きました。私の出身国におきましてはこれはアドバンテージです。どこに行っても業界においても企業においても学術界においても PhD を持っているというのはアドバンテージなんです。で、私の出身国におきましては産業界でのコラボレーションというのがありまして、ソリューションというのはやはりその業界と学術界もっと緊密に協力をさせるということ、その学術界産業界を変えるというわけではないかもしれませんが、そういった大きな形での知識を持つことのこの恩恵ベネフィットというのがあると思います。学長からも話があったと思いますが、素晴らしい研究というだけではなくリーダーシップというのはとても重要でありまして、我々のプランニングをですね変える、何を教えるのか学生にということに関しても変え、そして彼らがリーダーに育てるようにしていく必要があると思います。産業界においてもしくは政府もしくは学術界とどまるのであれ、とにかくリーダーになれるように教育を行っていくということも重要かと思います。お答えいただきましてありがとうございます。いろんなヒントがあるかと思うんですけども、もしお二人何かこれにコメントがあれば、なければ次にセッションに行きたいと思います。関連してよろしいですか。はい、まさにその何でしょう、企業側とその大学がどうこう結節していくかというところになると思うんですが、研究開発全体を見ると日本で GDP に占める割合って 3.5% で全世界で3位なんですよね。でアメリカは 3% で、シンガポールは 1.8% 程度ということにとどまるので、実はかなり GDP 比率で高い比率の研究開発費を日本は使っていますと。ただ日本の研究開発費の 73% は企業が負担をしていて、米国 63%、 シンガポールは6割を政府が負担をしているような形なので、企業がかなり研究開発をしているっていうのが日本の現状なのかなというふうに思っています。でこの研究開発が大学にどこまで行ってるのかっていうのを見ると、大学の方から見ると企業からの研究室の研究費の比率って 3.1% なんですよね。で米国は 5.4% あって、まあ、倍近いんですよ。だからなかなか大学にお金が企業から思ったより回っていない。これ先ほどのドクターがなかなかそのアプリシエイトされないみたいなところとか、まあ、うまくそのアカデミアとこう企業近く慣れてないっていうところの課題なのかなと思っています。でこの話すると結構やっぱ大学に行っても要は投資すべきものがない、これ鶏と卵でいい研究してないから金出せないっておっしゃる方もいるんですが、まあ、多分オイストはそれ の解決策のいい例で、ものすごい研究専攻でいいものができてきていて、で企業側をアトラクトできて、で企業側がお金をもっと置くようになり、でそれがさらに研究を加速させ世界中から人材を引っ張ってくる、まあ、これがぐるぐる回っていくと非常にいい形になるんじゃないかなというふうに感じていますし、まあ、これは多分スタートアップの話出てくると思いますが、その企業との結節だけじゃなくてそこにスタートアップが加わってくるとすごい面白い形になるなという期待を持っております。安田さんありがとうございます。そこも大きなポイントで、日本は民間がかなり民間との関係をこれから変えていかないといけない。そうなった時委員会でよく話してるんですけども、 R&D の R と D がありまして、本永さんから課題をこういうのがあって一緒にやっていきたいと、これからスタートするのがいいんじゃないかなと。でもそれがどの技術が一番有効なのかっていうのはこう広く浅くしたやつをその基礎研究をまとめていって現実の解決につながっていくっていう R を重視したコラボレーションにするのか、あるいは先ほどのプレゼンテーションいただいたように技術基礎研究があってそれをどうアダプトするかということで技術オリエントでいくかというこの R と D のですねバランスをどうするのかなって一つの課題だと思うんですけども、これどなたかコメントがもしあれば。
まさにやっぱりこう研究機関と企業と そのニーズがマッチしてない部分がなかなかうまく進んでいってないところなのかなという感じがします。もうOIST の その研究成果っていうのは、誰もが認めるようなもう世界最高のレベルのものだというふうにもう我々認識してますし、やっぱりその沖縄の経済界としてもやっぱそういったその研究の成果をいかにそのビジネスにつなげるかで、これをこう沖縄の振興発展につなげていくことが大事だというふうに言われております。だからそのために、企業もOIST がこう持っている、そのシーズをしっかりと取り入れてですね、これをこうビジネスにつなげていくことをやっていくことが大事かな、そのためにはやっぱりお互いが綿密にというか密接にコンタクトを取って、いろんな話し合いの中からそれをこうビジネスにつなげていくことが大事かと思います。ありがとうございます。そうなるとやっぱりかなり早い段階から課題を出していくということが重要だというふうにコメントしておきます。ギさんどうぞ。はい、私からの追加ですけれども、大きなギャップがあるということなんです。大学が生み出しているもの、それから業界がすぐにでも取り込みたいものの間にギャップがある。でそのギャップがあるということをまず認識し、その認識した上でそのギャップを埋めていくための橋渡しをしていかなければならないと。ですから大学の側、それから業界の産業界の側、両方からの取り組みが必要です。まず大学という意味ではもっとオープンになっていく必要があります。もっとそのビジネスのことを理解する必要があります。そして私たちのテクノロジーを開発していくツールが必要であるということで、それをするのは大学だけではないし、OIST はそういったモデルがあると思いますので、そのモデルは模範になることができると思います。それから産業界側ということですけれども、この産業界というのはその結果を買いに来るわけではない。そうではなく、大学とのパートナーシップ、平等のパートナーシップにおいて知識を生み出すんだということ、そしてそれが何かに育っていくということ、そしてそれをするにあたっては大きなリスクもあるということは認識する必要があるけれども、リスクを取らなければグローバルに競争力を持つことができないということに気づくことも重要です。ですから産業界にとってはその点がとても重要ですし、また産業界もステップを踏むことが必要です。例えばインキュベーションに参加するとか、アクセレレーションに参加する、もしくは大学と協力をする、そして大学に人を送り込むというようなこと、そして緊密に協力をするということもとても重要になると思います。つまりリソースをかけるということ、お金だけではなくってその注目もしていくということもとても重要になると思います。ありがとうございます。お二人同じポイントでコメントされていると思うんですけども、そうなりますとね、OIST の研究を、例えば基礎研究で宇宙の果てはどうなってるんだとか、不老不死の薬を作るぞみたいなものがあって、新浪さんは先見の明があるんで早くから入られてますけどもそういう不老不死に向かうような、10年か20年か、でもこれは人類にとって大事だということで集まってる人が、インダストリーが入ってきて早くローハンギングフルーツで落とそうとする、この何ですかね、ギャップはどんなふうに、特にスタートアップされてると分かると思うんですけども、キャッシュバーンしますもんね、そこでどうするかって感じですか。この辺についての現実と理想と、小野川さんのところの話は課題がよくわかりますけども、どう思いますかね。どれだけ長く見えるかっていうのは本当にテーマによって変わってくるかなと思いますし、実は大企業よりもディープテックに関連するスタートアップの時間軸が長く見える可能性も出てきているので、特にディープテック周りのところについては、国だったりとか、あとベンチャーキャピタルもそうですけれども、そういったところの長期軸でのファンディングをしっかり持った上で、長い本当5年10年というレベル感でやれる可能性が最近出てきて、その実例もだいぶ出てきているのかなというふうに思っています。それこそ違う場所ですけど、慶応の鶴岡キャンパスのスパイバーみたいなもの、あれなんかも一つの分かりやすい例で、とても短期では全く考えられない、おそらく最初だったら普通の企業からはなかなか入れなかったものが、ディープテックのスタートアップとして実現しうる、こういったことがあるのかなと。でもどうしても企業側からすると、多少ローハンギングフルーツがないと、全部上の方にあるとなかなかやってくれないなと思いますが、そういう組み合わせかなというふうに思います。おっしゃる通り、企業の大きな企業の方が短期のことをこう求められだしてその責任者の意思決定の中でいつまでやってんだとこう言われるんで、そういうことから考えると確かに夢にかけていきながらそれを現実にするという力と合わせる方がいいと。そのスタートアップをサポートするということですね。多分 CVC なんかもうまく組み合わせていただいて、CVC も変に変に変じゃないですか、アメリカばっかり行かないで日本でもそういうところにしっかりお金を入れていくみたいなことも大事かなと
ふうに思います。嬉しいこと言ってくれますね。アメリカばかりに行かずにありがとうございました。時代ですけども、やっぱりそうバランスを取れたこう日本の例えば沖縄を軸にしたそういうエコシステムができていく、それが一つの、まあ、良い例になるというふうなことをできればと、まあ、同友会委員会的にはそういう中でファンドのあり方とか CVC のあり方とかこういうテックとの寄り添い、寄り合い方とコラボレーションの仕方を議論させていただくということかと思います。このセッションで最後の一つですね、私実はこういう仕事をする前にオイストって知らなかったんですよ。かっこいい名前だなとは思ってました。で調べれば調べることすごいんですよね。とてもユニークで世界でベンチマーキングが難しいんじゃないかと。で12年間の今日の先ほどのプレゼントからの説明もありましたけども、これはもう少しこうなんですかね、産業界に刺さる、まあ、新浪さんがもう早くから見つけられたんですけど、この辺のところのプレゼンテーションとかプロモーションというか、これは何か、まあ、皆さんは私だけが無知なのかもしれませんけど、沖縄同友会の皆さん申し訳ないですがこの辺はどうですかね、そのリレーションシップというか、どうぞ義務さんどうぞ。皆さん今日の午後わざわざ時間を割いてこちらに来ていただいたということは本当に心強いスタートポイントではないかと思っています。私たちとしてはもっとビジネスリーダー皆様のような方々にオイストの重要性を理解していただければと思っています。そして皆さんのアドバイスも必要としています。私たちはどういう方向に行ったらいいのか分からない時があります。ですので皆さんのサポート、それから政府のサポートも必要だと考えています。私たちとしてはさらにファンディングを見出そうとしています。なかなか苦労しながらやっています。グローバルにもそれから地元とも競争しながらファンディングを求めています。またその寄付といったものも求めています。ですので産学の連携というのはこれはその製品などの商業化からもファンディングを得られるようになっていくんじゃないかと思います。でも国という観点から言いますと、私たちは沖縄振興予算に基づいてかなり支援をいただいておりますけれども、もっと資金源が必要となります。皆さんがサポーターになっていただければというふうに思います。次の一歩を踏み出すためにです。またぜひサポートしていただきたいのは、私たちに対してここに来てプレゼンスを持っていただければと思います。インキュベーションセンターが一つチャンスだと思います。そこに来ていただいて、まあ、R&D センター、まあ、共同で作るとか、あるいは、まあ、いくつかの会社が一つになってやるということもできると思います。まあ、これは長期的な計画ではありますが、ありがとうございます。よくわかりました。これは同友会のこの委員会の宿題として持ち帰ってですね、各企業、それから CVC、R&D をどう絡むか、どうプロモートするかっていうのはアイデアをですね、また出させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。きっとサントリーさんが、はい、年取らないサプリをすぐ出すのが一番、そうですね、それだと、それが一番こう刺さりますよね、きっと。意気的な効果があるかと思います。プロモーション効果。でサントリーさんのところに皆さんが共同で出資していくと。そうですね。お金の話は最後でまとめてやりたいと思ってでこのセッションあといくつか質問っていうか作ってたんですけども、先ほど鈴木純副代表幹事が、全てやられましたんで、ここはもう質問いただきましたんで、システムとかありがとうございます。この時間はここのセッションはもう次に行った方がいいですね、時間的に。はい、じゃあ産学連携のとこはこのぐらいにしまして、次にですね沖縄振興というセッションに移りたいと思います。このパートもですね、まずはギルさんの方から簡単なプレゼンをいただきまして、その後質疑を深めたいと思います。よろしくお願いします。はい、実は先ほどプレゼンの中でもすでにこの点触れたと思います。私たちのスタートアップでの活動も紹介しました。もちろん何か質問がありましたらそれにお答えしていきたいと思います。ありがとうございます。私の勘違いがありました。プレゼンテーションは先ほどの中に全て含まれておりましたので、それベースにちょっと質疑をしていきたいと思います。まずですね、私の方からギルさんに対して質問ですが、沖縄素晴らしいです。今日も私もプレゼンテーションを受けて非常に感銘を受けたし、ここからアジア圏内も含めていろいろ見れるなと思いながらですね、なぜ沖縄にオイスターを作ったかと。オイスターの方は沖縄ですけど、もちろん沖縄なんですけども、なぜ沖縄にしたのかというところをちょっと教えていただきたい。
はい、まず、振り返ってみますと皆さんご存知だと思いますが、尾身浩二先生があるビジョンを持っていました。沖縄をそのベストの研究機関をここに作って変革をすると、2つのミッションがありました。1つはお互いのミッションがお互いを支え合うものでした。本当に素晴らしいアイデアだったと思います。沖縄は本当に美しい場所で、ご覧になった通りこの美しいカフェテリアでお昼を食べて分かったと思いますが、本当に美しい風景に囲まれています。そしてこれは研究者にとっても刺激になるものです。日本政府は勇敢な取り組みをしました。そしてとても賢い形でオイストに投資をすることを決めました。おかげで大変素晴らしい施設ができました。後ほどツアーがありますが、おかげでこれだけの人材をこちらに呼び込むことができました。答えはやはり沖縄には大きなポテンシャルがあるからということです。オイストは他の場所では生まれなかったのではないかと思います。もちろん東京では無理だったと思います。東京だったら他と競争することになってインパクトを周りの環境から受けることになるからです。ですのでこれは特別な実験場であるというふうに思います。エコロジーを見てみますと、その生態系を見てみますと大変興味深い環境に囲まれています。自然も本当に豊かなので、それで関心を持ってきてくださる方もいます。私たちはアジアのそのど真ん中に位置しています。たくさんの地域へのアクセスができるところにいます。もちろん課題もいろいろないわけではありません。でも本当に力強い場所だと思います。そして最後に申し上げますが、サポートをしてくださるコミュニティが沖縄にはあります。おかげさまで私たちの存在が可能となりました。ご存知の通り日本人以外の人がこういう環境に馴染むのはとても難しい。でもオープンな社会に囲まれているので私たちをサポートしてくださっています。ありがとうございます。今の観点をちょっと深めまして、ギロさんはもともとイスラエルでですね、ワインツマン研究所を大きくする過程で一緒にやられて、その結果その町がですね、とっても研究者たちのエコシステムの中心になって国の一つのハブになったというふうに伺ってますけども、そういう考えでこの沖縄を見た時にですね、このオイストを軸にしてそういう同じようなパターンモデルを作っていけるというか、そういうイメージはございますでしょうか。これももしプレジデントもコメントがございましたら。まずはい、ビジョンがありまして、それに従っているところがあります。連携をしながら、そして国立大学、地元それから全国のその国立大学とも連携しながらやっています。私たちはたくさんのパートナーと連携をしてやっていくことが必要です。でもおっしゃる通り、まずその知的なその磁石を作ってそこに人材を呼び込むと、そしてその上でハブとなっていろいろな企業のスタートアップ、それから起業家精神を持つ人たちも沖縄中からそのオイストと一緒にやっていきたいという人たちを呼び込むことが必要だと思います。でもぜひ学長の方からも話をしてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。はい、間違いなく我々は自然と多くの研究者とのつながりを通じて他の大学とは連携が始まっております。そこにたくさんの可能性があると思っております。またここオイストは好奇心というものをドライバーとしているというちょっと違うモデルとなっていて、他の世界中を見渡しますとそういう大学もあります。例えばワイツマンそうですし、例えばカルテックというところも以前はそのような、すみませんちょっと意地悪な言い方ですけど、以前はそのような取り組み方をされておりましたけれども、最近カルテックと連絡を取り合いまして、その時にカルテックから多くのヒントをいただいています。我々オイストとしましても、この特殊なオイストの大学のモデルを失わないためにこうすべきだというアドバイスをいただきました。で、学術コミュニティ世界各国の方々からぜひオイストには成功してほしいと願ってもらっている
ているというのも現状であります。というのも大学は新しい役割を担って、今後世界が直面している課題に貢献しなければいけないというような認識があります。連携できるという体制、また信頼できるような存在となり、マインドを変えていくというような役割を果たさなければいけません。さらに大学環境を考えると、我々とそういう意味でつながりたいと思っている機関や大学があると思います。科学の役割、大学の役割両方に関して、それについては非常に興味を持ってくださっている方々が多くいらっしゃっています。ですいません、せっかくマイク入っている状況ですので、ちょっとだけギルさんが先ほど申し上げていた内容に補足させてください。沖縄のこのオイストの場所、ロケーションの話に加えてなんですけれども、ちょうど日本の一番南部にあるという場所だけでなく、アジア太平洋地域の中心だけでなく、インド、ハワイというところの距離も考えても、これは非常に重要な要素だと思います。もともとプランとして考えられたかどうかわからないんですけれども、アジア太平洋地域からは今いろんな問い合わせや連絡があります。昔沖縄はいろんな貿易の中心地として活動していたと思い、ぜひそれを今後も使いたいと思います。よくわかりました、ありがとうございます。皆さんが沖縄に来られたという背景にもなっているのかなと思います。この観点大事だと思いますので、まず真下さんにちょっとお話しいただいた上に、地元でそれを受ける元永さんの方からお話しいただけたらと思います。もしいろんな国でお仕事されている中で、沖縄ということで僕考えた方がいかがですか。はい、ありがとうございます。どちらかというと多分スタートアップエコシステムみたいなものが沖縄で作りうるのか、もしくはそこにどうつながっていくのかという観点で少しお話をしたいなと思いますが、ちょっと若干長くなってもいいですか。私は大丈夫です。すいません、はい、なるべくクイックにする。以上です。スタートアップのエコシステムを作るにあたって、多分大事だなと思っているのが、人材と金と、マーケットと、規制環境だというふうに思っています。これ以外もちろんありますけれども、大事なところはこれかなと。で、人材という観点で見ると、例えばシンガポールでスタートアップが多いと皆さんイメージあると思うんですけど、ほとんどこれ外人スタートアップなんですよね。もともとシンガポール人はそんなスタートアップに向いた教育を受けてないということもあって、ほとんど外人です。ただ税制優遇だったりとか、英語で全てができるみたいなところ、教育環境が揃っている、こういったところから世界中のタレントを集めて、それがスタートアップをガンガンやっている。もちろん今シンガポール政府もこれ方針変えていて、教育システムも変えて、どんどんシンガポーリアンがよりこうイノベーティブ、よりこうアントレプレナーシップを持つ動きになってきてますけれども、基本はそういった流れで外部から人をどう引っ張ってこれるかになっています。沖縄もおそらくそこのところがどこまでできるかっていうのが鍵になるんではなかろうかなというふうに思っています。そうなると、一つさっきのお金のところちょっと置いたとして、いわゆるこういろんな魅力があっても、結局最後長く続けるということを考えると、家族どうするかとか、いわゆる教育の問題であったりとか、生活の問題必ずなります。で、そうなると、ここに今大学しかない、これは小学校中学校、要はここに来てスタートアップやる人、もしくはここで研究する人たちの家族が行く学校を作っていかなければいけない。そういったような、おそらくインターナショナルスクールみたいなものの誘致、こういったものを真剣に考えていかないと、エコシステムはうまく形になっていかないんじゃないかなと1個持っています。あと、せっかく沖縄なので、本当はこれ政府がやるべきだと思うんですが、あれですね、税制優遇ですね。これはもう正直タブー状態で、なかなかこうどういう形で提言しても全く動かないんですが、そういったことをすれば、ここは金融特区になるかもしれないし、金融ハブになるかもしれないし、もしかしたらスタートアップになれるかもしれない。こういったことを強く思っています。で、あと、お金の面に関しては、非常に今スタートアップにお金がつくようになった、これはもう10年前20年前から比べると覚醒の感があります。で、アメリカより少ないと言われますが、正直マーケットが小さいので、少なくて当たり前で、かなり日本の規模からすると十分つくようになってきたというふうに感じています。で、今世界的には冬の時代に入ってますが、日本は世界的に見たら暖冬な感じなので、非常にいいポジションにもいるのかなというふうに思いますし、企業はまだまだお金を突っ込む余裕があるはずだと思っていますので、ぜひそういったスタートアップにもガンガン突っ込んでいただくということが必要かなと思います。あと、その今申し上げたマーケットのところ、ここが一番厄介だと思っていて、大きなグローバルなビジネスを目指すべきっていうのは、まさに大きなユニコーンだったりデカコーンを、こういったものを作っていこうと思うと、当然目指さないといけないということがあります。
まあ、ただこれやるには人材がキーだと思っていて、日本で会社を始めてしまうとこの人材のトラップに引っかかりやすいと。だから残念ながらいいニュースは日本はマーケットは大きい、悪いニュースは十分大きいってことなんですね。なかなか日本以外に出るメリットがなくなる。例えば数百億円のバリエーションとか数千億のバリエーションの会社は多分日本で十分作れます。でみんな作っています。でむしろ多分海外なんかやるよりも日本国内やった方が成功確率はるかに高いので、それをやった方がいい。そして日本でグローバルにやれるタレントを集めようと思うと、まあ、さっきキュリオシティドリブンって話ありましたが、スタートアップの世界はキュリオシティドリブンだけではいかないので、お金の問題とかさまざまな形でなかなかタレントを引っ張ってくるのが難しいと、まあ、そんなような状況があります。でちょっと正直思うのは、これちょっと意見を伺いたいんですけど、オイストの例えばサブキャンパスをアメリカに作りますと。でこの作ったサブキャンパスで会社を始めれる、要はこのオイストで育ったシードを日本のキャピタルとともに例えばアメリカで会社を始めてアメリカからファンディングをしていく、まあ、こういったモデルなんかをやった方が実はグローバルにディープテックなので広がる可能性があるんじゃないかと思うんですが、そういった方向性とかどうかなというふうに思っていたりもしています。であと日本国内でやる場合には、今まさに同友会の方でスタートアップの会員を増やすという動きも出てきていて、で年に1回ラウンドテーブルという同友会の、まあ、単純にこうステレオタイプに言うべきじゃないかもしれませんが、大企業の経営者の方々とスタートアップの経営者をこう結びつけていくような動き、これ2つとも交流がほとんどなくて、もともと言語も違うのでなかなかすれ違いがもともと多い人種なんですが、ここをくっつけていく、そういったプラットフォームに同友会がなっていこうと、まあ、こういった動きなんかもしていますので、そこに国内をつなげていけるといいんではなかろうかなというふうに思っています。で最後、規制環境ですけれども、私も規制改革推進会議の方にいますが、まあ、日本は規制のデパートでございまして、そこら中に規制があると。でただ沖縄は国家戦略特区になっていますから、まあ、ここをもっと使わない手はないと。現状多分13ぐらいのプロジェクト動いているようですが、まだまだ動かせる可能性は十分あるので、まあ、テストベッドという先ほど言葉がありましたが、このテストベッドを考えるともっと規制を変えていく、もしくは実験ができるようにしていくみたいな動きのアクティビティを詰めたらいいんじゃないかなと思っていて、まあ、シンガポールなんかは割と政府が柔軟なんで、どんどん政府と一緒になって動いていってしまうんですが、まあ、シンガポール日本沖縄であれば沖縄県がもっと頑張ってオイストと組んでやっていけば十分可能性はあるんじゃないかなと思っていますので、こういった方向性はどうなのかなというのもちょっと伺えればなと思っています。すいません、長くなりました。いやいや、ありがとうございます。発展させようと思うと、今のスタートアップ事業を得られている観点からですね、市場、それから人とお金をまあ集まるにしてですね、規制がここでできないんであれば他のとこと合わせてやるという、こういう広がったものの考え、ここのエコシステムをそのインテレクチャルの起点にしてやると、こういうことだと思ったんですけど、いくつか質問ありましたけども、ギオさん、あ、いいですか。私の方からも、まず最初に、なぜオイストが沖縄にできたのかっていうところの補足になりますけれども、オイストを沖縄に持ってきたのは、まあ、そもそもやっぱり沖縄振興策の一環だったと思っています。でやっぱりその沖縄をこう支援するときに、やっぱり観光とかですね、まあ、そういった支援のやり方っていうのは分かりやすいんですけれども、やっぱり別の角度から見たときに、まあ、沖縄には、まあ、あまり製造業がないわけですよね。でやっぱりそういったそのアカデミックなところから、そういう先端の技術がしっかりと根付くような、まあ、何かがいいだろうということで、やっぱりこう世界最高水準の大学院大学、こういうのをこう沖縄に作るべきだという話があって、やっぱりそれをぜひ実現させようということで、まあ、オイストができたというふうに我々認識をしています。でこれをこうやっぱりしっかりしたものにするために、まあ、学長を誰にするかっていうのが一番大事なことだったというふうに聞いていて、まあ、あそこに書いてシドニー・ブレナーさんがやっぱこうノーベル賞を取った実績のある人をこう呼んできて、まあ、しっかりこのオイストの意義をですね、作り上げてきたというふうに思ってます。で先ほど増田さんから長いこと続けていくため その家族っていうお話は、やっぱり最初からそういう課題は出ていて、でやっぱり家族がこれ沖縄にしっかり来て、みんなで住めるようにということで、アミクスっていうインターナショナルスクールも最初に作っています。まあ、これも地元の企業もいろいろサポートをしながらですね、まあ、今はここで
働いていらっしゃる先生のお子さんたちとかも通われてるし、まあ、地元の沖縄の人たちも通って、まあ、そういった交流も出てきているというふうに思っています。であとはやっぱりそのOIST を核として、まあ、そこで出てきた研究の成果がやはり沖縄の経済発展につながっていくんですよねっていうのがやっぱり大きなテーマだったと思いますので、やっぱりそれがこう育つようなまあ、先ほどのスタートアップでもいいですし、まあ、いう形になっていくのが一番理想的なんだろうなと思っているんですよ。だからまだまあ、我々からするとそのOIST を中心としたその、なんか産業のクラスターみたいなところができてるかっていうとまだそういうところまでは行ってないので、ぜひそういうステージまでですねもう上げていって、それをこう沖縄の振興につなげていきたいなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。成り立ちのところからそのクラスターというか一つのエコシステムをここで作るということへの道筋、まだそこには課題があるということがよく分かりました。増田さんからご提案的にですね、ブランチ的な、まあ、インスティチュートファンクションかを外に作ってそこと連携しながら世界につなぐということで、ここの沖縄という地のですね価値を上げていくんだという、こういうことの提案ございましたけど、これについてはお二人、ヒロさんと本田さん、何かコメントございますか。そうですね、まあ、アメリカをこちらにもたらすべきだと思います。我々からアメリカに出ていくのではなくって、いい答えですよね。まあ、なかなか難しい考え方だと思います。まあ、もちろんその思考実験としてはいいと思うんですけれども、まあ、申し上げたいのは科学の教育というのでもって沖縄を支援することができると思いますし、重要なプレイヤーがこちらにいらっしゃいます。それが子どもたちのロールモデルになることができると思います。子どもたちがその応用科学の中に入っていくという意味で長期の投資が必要であり、なかなか時間もかかることではありますけれども、これはとても重要なことだと思っています。増田さんおっしゃったこの実験場、テストベッド、それから規制、税制、こういったことをすべてとても重要ですし、この島のインフラも重要です。交通、ビザ、もうこういったものすべてがとても重要であり、政府にはしっかりとこれ考えていただき、そして地方政府にもサポートしていただきたいと思います。小さなスケールのパイロットを沖縄でやってみてもいいんじゃないでしょうか。沖縄のいいところ、これは小さいということ、そしてその国のど真ん中にあるわけではないということです。ですからよりその進歩的な実験を沖縄ですることができる、これその政府に売り込むことができる点だと思うんですね。ですからぜひともそういったことをここで実験してみるということはいいんじゃないでしょうか。そこにたくさんのこの力が生まれると思います。まあ、我々相当のリソースをかけてきた、しかしまあ小さなスケールでこそそれができてきたわけですよね。でスタートアップをそのもっと発展させることによって優秀な人材を呼んで、そしてその育成を行っていくと、そのためには学校、高校、そういったものも全て必要になってくるし、とても重要なことだと思います。でそしてそれをするときに、それがその我々の周りの沖縄の地元のコミュニティにやはりその還元されるような形でやっていかなければならない。皆さんリーダーとしてそういったことをどんどん進行していただきたいと思います。ありがとうございます。本永さんは今の増田さんの、アイデアみたいなことも含めてもし追加がございますか。まあ、面白いアイデアだとは思いますけれども、やっぱりまずおいしそのここからっていうのが大事なことではないかなというふうに考えていますので、でまあ、さっきギルさんからもご紹介ありましたけれども、オイスト発のスタートアップで EF ポリマー、僕はこの取り組み非常に興味深く思っていまして、これが、まあ、一つ その沖縄の産業の発展に貢献するオイストのいい事例になるんじゃないのかなと思っています。でまあオイストで研究された、まあ、このポリマーのオーガニックなポリマーの技術が、これ世界でも使えると。で先ほどおっしゃったようにそのウクライナのね、まあ、ああいったところにも貢献できるっていう話を聞いてですね、やっぱりその沖縄で育った技術が、まあ、さっきのマーケットっていう話からするとやっぱりアジアとかですね海外含めて非常に大きなマーケットがあるわけなんですよ。だからそういったところに発信できていくようなやっぱスタートアップが育っていくというのが
非常に大事なことかなというふうに思いますので、まあ、ぜひあのイエボリバーも含めてですね、あと、まあ、我々と今あのコラボレーションしている取り組みも、新しい取り組みとして、まあ、世界に広げていければなと思ってますので、よろしくお願いします。ポイントありがとうございます。おそらく増田さんは沖縄を中心としながらエクスポーズ先として、そうなんですよね、多分サイズ感の話で、あのいわゆる本当に大きな、あの例えばバリエーションでいうと超がつくようなレベル感を目指そうと思うと、日本をベースにして日本を中心とした瞬間もうあの誰も投資をグローバルでしてくれないっていう現状があって、これは多分変えるのは簡単ではないと思うんですね。なので ある程度こうグローバルに大きくいけるような、特にディープテックの分野なんかは、そのアメリカに持ってってしまってなくなってしまうわけではなく、ここが中心なんだけれども、あのスタートアップの機構として向こうにあのベースを作り、そこでグローバルなオペレーションを作ると。で、あの研究のソースだったりとか研究のコアは日本この沖縄にあっていいんだと思うんですね。でむしろ今日本の方が研究コスト安いので、まあ、それを活用する方がいいぐらいだと思ってるので、だこういう割り切りをしていかないと、やはりあの大きなビジネスを作るべきだという、まあ、政府も言ってるわけなんですが、正直今の日本の環境からすると、あの天と地がひっくり返らない限りなかなかあの日本国に閉じた限りはいかないだろうと思ってるので、そういう少し割り切った発想もあの持つべきではないかなとちょっと思ってる次第であります。すみません、敵が多い議論です。期待通りの発信をしているんですけど、あのそのスケールで見ることによってオイストの良さも生きるしと、こういうふうに、まさにそうです。あのこれオイスト初だし、あのキャピタルも日本企業のキャピタルでいけばいいの、最初は日本資本なんですよね。ただレジスタートどこであるかって結構重要だなと思っていて、これを沖縄にこだわる必要があるのかどうかっていうところだと思います。私考え方が一緒なんであんまり議論にならない。私もそう思います。オイストもそういったことをやっていると思うんですね。シンクグローバルということをいつも言っています。ですから今のこのアイディアで、キャンパスをここにちゃんと置いた上でグローバルにリーチアウトしていく。で、単にアメリカというだけではなく、ヨーロッパもとても重要ですし、アジアもとても重要です。なのでグローバルにしっかりとこの幅を広げ、それを学術的にも、それからビジネスという意味でもやっていくということは、これはとても重要だと思います。それこそが我々の戦略でもあります。ありがとうございます。まあ、私も同じように今の話を聞くと非常にあの取り組みとしては重要だなと思っていて、でやっぱりその人材育成の観点からも、やっぱりあの、まあ、沖縄の人も含めて、まあ、そういうインターナショナルに交流していくことがですね、まあ、いろんなイノベーションにつながってくると思うんですよ。だからそういう意味では、そのアメリカにおいたそのスタートアップの人たちとのこの交流が始まることで、いろんなこの展開が広がっていくんじゃないかなと思うので、そこはもうあのオールアグリーでございます。わかりました、ありがとうございます。とてもいいディスカッションかと思うんですが、ちょっとあの中身をサブジェクト変えましてですね、このオイストという素晴らしいベンチマーキングできないような特筆すべき姿を続けるためには、これ触れていいんですかね、バジェットとか予算がやっぱりないという方ですよね。その予算というのは、今先ほど あの本川さんのお話のように沖縄振興という考え方から出てきて、相当額のものが出てると。ただこれは長い取り組みであるべきだとなった時に、その予算について果たしてどういう形が理想的なんだろうという観点で、とっても触れにくいかと思うんですけども、これもまずはあのギルさん、それから今度は本永さん、それから増田さんの順番で、言いっぱなしで結構ですんで。そうですね、あのおっしゃった通り、その課題はあります。オイストはこれまでこの数年間の間、その多様化、まあ、つまりですね、その資金源の多様化ということに取り組んでまいりました。我々が目を向けているのは海外、その学術研究費を持ってくる、まあ、そのコンペティティブグラント競争資金を持ってくるというのと、それからフィランスロピー両方強化していきたいというふうに思っています。
そのことによって日本だけではなくて、そのアメリカそれ以外のところにもインパクトがあるようにしっかりとその資金を持っていきたいというふうに思っています。良きサイエンス、そしてこういったアクティビティというのはとてもユニークでありますので、適切なこの枠組みを持つことによって多くの投資家それからドナーを引きつけることができると思っています。それからその産学のコラボレーションという意味では、そこにはその産業界にとっての機会があると思っているんですね。つまり投資をする、つまり我々が作っているファンド、その2つ目のファンドもこれから立ち上がるんですけれども、そのビジネスの機会として資金を提供するということも考えられると思いますし、コラボレーションの活動というのも考えられますし、またその沖縄に来ていただいて一緒に何かをやるということも考えられると思います。我々オープンですし、その大学の中にそのしっかりと産業界とインターフェースするようなそういった機関を作っていきたいと思っておりますし、これいい機会でいいモデルになると思います。ぜひ企業の皆さんには来ていただきたいと。そうすると10年後にはですね、日立さんですとかサントリーさんですとか三菱さんですとか、そういった人たちが全員この沖縄に集まって、特に今その具体的な話があるわけではない、思いつきではありますけれども、素晴らしい機会があると思うんですね、企業さんにとって。その両方の世界を享受することができると、つまりその居心地のいいゾーンにとどまりつつ、オープンに最先端のサイエンスのコラボレーションを行うこともできるということになると思います。それを超えて必要なのは、また違う、その資金源、その中央政府から、得られるようにすること。沖縄振興予算とは関係なくです。でこれはオイストの存続にとって本当に重要なものです。皆さんの方が私よりもよくご存知だと思います。どういう資金源があるのか、ぜひとも皆さんのアドバイスをいただきたいと思います。そして力を蓄えて、そして意思決定者にインパクトを与えられるようにしていかなければなりません。オイストはやはり成長をしていかなければなりません。オイストは成功しなければなりません。成功を続けていかなければなりません。沖縄のため、日本のためにです。ぜひともどなたでもそういった橋渡し役をしていただけるんであれば、一緒にやっていければと思います。ありがとうございます。今日ご出席の同友会の皆様、経営者に対するメッセージでもあり、我々委員会の提言の中にも考えるべきだということをエンベントされただというふうに捉えております。この件で順番こちら、先ほどおっしゃった中に入ってますか、ね、ある程度あると思いますが、今非常に国のお金が入った形で、いい成果を生んでいるという流れから、当然企業からのファンディングで、エンダーメント化しながらしっかりそれを回していくという、グローバルで非常に研究開発含めてうまくやっている、特にアメリカなんかの大学のモデルになってきて、入り口がもうできているんじゃないかなというふうに思っていますので、しばらくは当然その沖縄振興予算を中心に回っていくということでいいんだと思うんですが、そこに今おっしゃってたようなさまざまなファンディング、それがエンダーメント化していくようなスキームを作っていくことが大事かなとちょっと思っています。で当然そのスタートアップの投資で、そのスタートアップのいわゆる IPO 等におけるゲインみたいなものなんかも、そのエンダーメントに加わっていくような形なんではなかろうかなと思っています。一つちょっと関係する話で、政府が今東京にスタートアップグローバルスタートアップキャンパスを作ろうとしてるんですよね。これ恵比寿の防衛省跡地に作ろうとしている、すでに補正で500、600億円ぐらいの予算を確保して建物も含めて作るという動きがあります。ここなんかまさに今このお金はあるんだけれども、将来は自走しなければいけないテーマを持っていて、オイストなんか非常にいいモデルなんではなかろうかなと思いながら今ちょっと話を伺ってたという感じでございます。ありがとうございます。本川さん、はい、両方聞かれた上でやっぱりですね、こうオイストが今の機能を維持していくためには、ある程度 その沖縄の振興予算という形で、政府からの支援というのは、今後も必要じゃないかなというふうに、私自身は思っています。やっぱりその基礎研究だとか、その技術革新的なこのイノベーションをやっていこうとするときに、やっぱりどうしてもその民間の力だけではですね、なかなかこう、社会実装につながる動きっていうのはかなり、最初の頃は厳しいというふうなものがあると思いますので、そこがしっかり確立するまでの間は、やっぱり政府のこの制度的な支援だとか財政的な支援というのはですね、ぜひとも必要なことだと思います。でそれがだんだん形になっていけば、
やっぱりこう民間からのこの資金も集まってくるでしょうし、まあ、そこで育った企業が大きな効果を与えてくるっていうふうにも思ってますので、やっぱりちょっと政府も結果を急ぎすぎてるかなっていう部分があるかと思いますので、もう少し長い時間をかけながら、そこに向かって、オイストも地元の企業も県外の企業たちもサポートしていくっていうことが必要じゃないかなと思ってはいます。よくわかりました、ありがとうございます。ネイチャーからして国の税投下は必要だけども、その意義と内容によって徐々に民間のファンドも育成され育てていくと、一緒にそのバランスが重要であると。時間軸もちょっとこれ大切ですよね。はい、ちょっとビジョンとしてこれから先を描いています。でワイスマンの事例に立ち返りますけれども、本当に似たような特徴を持った機関です。ワイスマンでは270の PI がいます。そういう規模のところです。オペレーションは70年間続いております。50年経ってようやくエンダウメント基金を作って、そして商業的な成功も得たからできたわけです。ハーバードよりも大きい規模でした。そしてこれは持続可能なものです。 75% ワイツマンの予算の 75% は今はエンダウメント、それから競争資金から来ています。 25% が政府です。オイストがそこまで達するというふうに約束しているわけではありません。そういうふうに言っているわけではありません。でもそれがロールモデルになるかと思います。こういうモデルにを目指していけると。ここもやはり基礎研究、非常に賢くやっております。オイストもその事例に倣っています。なので私は楽観的だと言いました。そういうことがあるからです。非常に参考になりました、ありがとうございます。この辺のところは10兆円ファンドとかいろんなファンドもありますけども、一つオイストのような事例、基礎研究と社会実装のところのバランスも含めた、この辺も先ほどの宿題の中に入るのかなと思います。ありがとうございます。だんだん時間が迫ってまいりまして、ここで締めないといけないんですけども、お三方にですね、本永さんからこちらに向かってお一人ずつですね、今日の、沖縄それから東京から来ている同友会のメンバーもいますので、そういう人マネジメントの方もいらっしゃるんで、これはこうしてほしいとかですね、ウィッシュリストこうあるといいねと、それは制度設計のここを徹底的に変えるように提言してくれとか、いやもっとこうしてほしいというものがもしありましたら、お一人ずつ、皆さんに投げ込む言葉として締めたいと思いますが、こんな時に最初に喋られるのは申し訳ないんですが、はい、もしこうしてほしいっていうものは、今日の議論の中でもやっぱりそのオイストと産学の連携がもっと密になることが必要だっていう話だったと思うので、もっとやっぱりそうこういう機会をですね、どんどん作っていくことも必要なんじゃないのかなと。で、先ほどこうご提言もあったと思いますけれども、やっぱりオイストがいろんな企業に向かって自分たちがやっている取り組みだとか、研究のテーマだとか、そういうのを直接アピールすることで、やっぱり企業の人たちから自分たちの課題とマッチングするものが出てくると思うので、そういったものをこう、産学連携の形にしてですね、課題解決につなげていくというのが今後も必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。突然の振りにもかかわらずよくわかりました。藤さん、どうぞ。はい、いろいろなことをこのセッションでお願いしてまいりましたので、ありがとうと申し上げたいと思います。今までのご支援に感謝いたします。そしてこちらにわざわざ来ていただきありがとうございます。たくさんのことに今日は触れました。どれも大切なことです。トップゴールはこの追加ファンディングが必要だということ。2つ目のゴールはやはり連携をもっと深めていく方法を探ることです。皆さんとぜひ連携をしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、3つありまして、1つ目は先ほど申し上げてますけれども、国家戦略特区のさらなる活用みたいなところ、もしくはサンドボックスのさらなる活用、ここは沖縄ならではのところをもっとやるべきだなというふうに思っています。規制は変わらないんですが、なかなか簡単に、ただどんどんいろんな供給制約の問題もあって変わり始めている
まあ、ダメそうなライドシェアですらちょっとずつ始まろうとしているという、まあ、変化の、まあ、ポイントにありますので、ぜひそこのところを沖縄ガンガンやっていただきたいなというふうに期待をしております。であと先ほど の米国などでのサブインキュベーション施設みたいなもの、そういったものを使った日本資本だけどグローバルな取り組み、まあ、こういったところをオイストを中心にやってモデル化できるとしっかり日本にお金も返ってくるし、そのお金を使ってさらに次の産業を作っていける、まあ、こういったところができるといいなというふうに思っています。まあ、あと最後は一番大事なのはですね、大企業との結節線の創出ということで、まあ、経済同友会とのさらなる連携を深めていただいて、いろいろこう新しいものを作っていければなというふうに思いますし、経済同友会の方々にはどんどんスタートアップをバシバシ買っていただきたいと、高いお金で買っていただきたいというふうに思いますので、ぜひオイストの出てきているスタートアップどれかパシッとこう買っていただくといいモデルになるんじゃないかなというふうに思っております。すみません、失礼しました。はい、どうもありがとうございました。つたないモデレートで1分ほど直下しちゃいましたけども、お三方どうもありがとうございました。皆さん拍手で。どうもありがとうございました。南部さんにちょっと時間の押した形でですね、こうお願いをしてしまいましたが、名モデレートでですね、なかなか突っ込む、こうお金のところまで突っ込むみたいなところまでお話を聞くことができて本当にありがとうございました。改めまして、お四方に拍手で感謝の意を表したいと思います。どうもありがとうございました。はい、それではですね、最後に、再度ですね、カリン、学長、それから、新浪、代表の方にですね、今日の、非常に3時間本当にあっという間に過ぎてしまったんですけれども、最後の、コメントという形でいただきたいというふうに思います。それではまずはじめに、カリン・マルキデス学長からよろしくお願いします。 OK、 yeah, please。本日インスピレーションをいただきました。ありがとうございます。皆さんも感じられているんではないかと思います。我々はみんな準備が整っていて次のステップへ進むことができると思います。大変興味深い話たくさんお聞かせさせていただいており、この先どんどん進みたいと思います。このような議論があり多くの発言があり非常に嬉しく思います。ここに皆さんがお集まりしてくださって、そしてここでみんな同じような気持ちになっていること、今後さらに連携を深めていくというところ、沖縄経済同友会そして東京の方からもいらしていただいてということで本当に特別な機会だったと思います。私の方からも話がさせていただきましたけれども、ローカル、国、そして国際的といういろんなレベルを活用していかなければいけないと思います。間違いなく企業はグローバルというところで展開を狙っているところが多いと思いますので、それを活用しぜひここローカル地元に貢献できるようにということを考えていきたいと思います。今後さらに連携を深めていきたいと思いますけれども、その際にはぜひ競争的なスペースで会いたいというふうに思っております。ぜひ新しいスタンダードを設定していくということを、新しい競争力のスタンダードを世界に示すということを一緒にやっていきたいと思います。そして PhD の学生もそこに巻き込むことによって彼らがチェンジメーカー、リーダーとして育ち、そしてどんどん先へ進むような人材として育てることができるんではないかと思っております。もう一つ、今後より緊密に連携する際には、特にスウェーデンで成功した例なんですけれども、そこからスピンアウト、スピンインという可能性が出てくると思います。皆様の企業の中ではなかなか前へ進むのが難しいものがあると思います。信頼関係を築き、協力関係、連携というものをできましたら、ギルさんにそのアイデアを渡していただければ、ぜひ連携することによって皆さん興味持っていただけるんであれば、またその先スピンインしていただくということができるので、イノベーションのモデルとしてとても良いと思っています。またこの活動を日本外でやるということもとてもいいアイデアだと捉えました。私のアプローチですけれども、
ミラーラボもしくはコラボレーションというものをモビリティ含めてやるということがとてもいいと思います。最終的には信頼関係というものを連携先世界各国で築くということも必要だと思います。そして官民のパートナーシップは日本以外にもあります。したがってそのような信頼関係を築くことができましたら、さらに興味を持っていただき、ここのプロダクトを買ってもらえるということにつながると思います。まあ、私がの出身国はスウェーデンはやはり輸出というところに頼っている国です。依存している国です。なので売るということは大切です。世界どこでもうまくようなアイデアを作らなければいけないと思っています。日本みたいな大きな国にとってもこれは勝利につながるコンセプトだと思います。信頼関係を築くということは何回か出てくる話題ですけれども、これはパッと聞くと簡単に聞こえるんですけれども、実はそれにはスキルも必要ですし、時間をかけなければいけません。積極的に動かなければいけないということもあります。ぜひここについてはさらに私としても取り組みたいと思います。また家族の話も出ました。ここにいる家族全体を考えなければいけないということです。確かに学校やハイスクールなどこの近くにもありますけれども、ここ一つ多い人の大きなリスクなんですけれども、もしインターナショナルバカロリアットの学校をこの沖縄の島になければ、近隣になければ大きなリスクだと認識しています。というのも調査を実施している結果、今後きっと問題が出てきてしまうということは分かっています。多くの優秀な人材が、子どもたちが育っていくと、その年齢に達するとここから離れてしまうというリスクを抱えてしまっています。これについても考えていただきたいと思います。ビジネスがここに引きつけられ、観光業だけでなく他のスキルなども必要になってくると思います。一緒に考えればきっとクリティカルマスがここに集まり、若い人たちがここに集まり、そのようなハイスクールを建てることも可能になると確信しています。あとお金の話です。もちろん予算の話です。これについても議論がされて非常に嬉しく思います。皆さんがおっしゃったことに私も賛同しています。そしてさらに推してソリューションを見つけていきたいと思っています。アメリカで成功しているような例、 BLT モデル、ビルドリーストランスファーの BLT モデルというものをぜひ一緒に実行したいと思います。そうすればお互いウィンウィンになると思います。そして早く動くこともできると思います。一部のアイデア、一部の研究内容、今日発表されている内容という内容は早く動ける内容も含まれていると思っておりますので、ぜひとも我々とこれについて協力していただければと思います。またこのように連携する際には、目に見える連携にするべきだと思います。それは地元で、そして全国的に海外に対しても。皆さんは本当にありがとうございました。実にインスピレーションになりました。どうもありがとうございました。それでは最後に、新浪代表からよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 Thank you so much. ありがとうございます。何を言えばいいか考えていました。まず何よりもエコシステム、ここオイストに作らなければと思いました。もっとリソースを持ってくるように、ファンディングだけではなく人材を世界中から集められるようにです。とても大きな成功を収めてますが、もっともっと必要です。で、今学長が言った通り、インフラが必要です。学校も含めてです。その他人材が世界中から来るように、シリコンバレーの話も出ました。でも私たちは世界の競合を見ていかなければなりません。鍵はどうやって人々、良い人材を呼び込んで、そして根付いてもらうか。たくさんの研究、これを加速化するためにサプリですとかいろいろ、私たち未来を共有するということ、そうすれば100年以上人生は続くと、元気で過ごせると。サントリーのおかげというわけではなくて、オイストの研究のおかげ、
ぜひもっとファンディングをこの研究に向けられるようにして、そして人200年健康で生きられるようにしていきたいと思います。願い事を言っているわけではありません。あるいは望みをただ口に出して言っているだけではありません。近くきっと現実に未来にはなるはずです。それをどうやって実現するかは私たち次第です。私たち今日はその氷山の一角、研究として何がここで行われているか、そのほんの一角を見させていただきました。もっとそれらを加速化し実現するために、より良い社会を作るために、つまりより良い社会というのはより良い沖縄、より良い日本、そのために、そしてより良い世界のためにやっていかなければなりません。今日はこちらに集まりました。そしてビジョンも共有し、また意思も共有しました。オイストをサポートしていこうという意思です。また沖縄経済同友会と協力をしていこうという意思を示しました。改めまして、本日は来ていただきありがとうございます。カレン学長、ギルさん、また大きなサポートをしてくださった沖縄経済同友会の皆様、ありがとうございます。ここで提案をしたいんですが、このイベント、また毎年恒例のイベントにできればと思います。そして今のような南部さんがやってくださったような生き生きとしたパネル、住友の副会長でありますが、同じようなことがまた今後もできればというふうに思います。こういうような形でのエンゲージメントを今後も続けていければと思います。最初にカレンさんも言いました、ファンディングの前に信頼だと、でもファンディングも必要だと。ですのでこれからも協力してやっていきましょう。きっとそれはできるはずです。来年はここでもっと面白い発見があるんじゃないかと、研究者たちからの発見があるのではないかと願っています。改めましてありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。これがまさに始まりの一歩ということでですね、また来年という言葉もありましたけれども、こういう形でお会いできることを楽しみにいたします。本当にオイストの皆様方にはこういう素晴らしいセッティングをしていただいたことを感謝いたしますし、また沖縄経済同友会の方々にもですね、こういう形でこうお会いできて本当に光栄でございます。これをもちまして、このシンポジウム閉会というふうにさせていただきます。本当に皆さん、3時間本当にありがとうございました。Thank you very much.